寄生虫は除菌しなきゃな。やっ、大輔はいきなりそう言って私にビールをかけたのです。よかったわね、綺麗になって。びしょ濡れになった私を見て義母が笑いました。ついに私の堪忍袋の緒が切れました。こんなことをして覚悟はできているの、大輔。私が大輔に尋ねると、なぜか義父が言い返してきました。はい、何もできない嫁が偉そうな口を叩くな。じゃあ仕送りやめますね。私の名前は中田真奈美です。私は現在実家の喫茶店を手伝っています。ですが、手伝いといってもきちんと給料をもらっている正社員です。ちなみに夫の大輔は一般企業に勤めていますが、大輔には仕事に対する不満があるようでした。本当なら今頃は社長だったのにと大輔はたまにぼやくことがあります。その背景には大輔の実家がかつて工場を経営していたが、数年前に倒産したという事実があります。大輔は40代半ばになった今でも工場経営の夢を諦めきれていないのかもしれません。一方で義理の親は工場の倒産を機に引退を決めました。大輔のこの諦めの悪さは一体誰に似たのでしょうか。もう夢を見る年齢ではないのに、私も40歳を迎えようとしてそんなことを考えるようになっていました。それはともかく、義理の親が隠居したからといって楽なわけではありません。なぜなら義理の親は私たち夫婦に頼り切っているからです。無職なので収入は年金だけで、それだけでは生活が成り立たないと言って大輔に仕送りを求めてきます。もちろんそれだけなら範囲内で援助する気持ちにもなりますが、とんでもなく厚かましい義理の親はそれだけでは満足しません。私が仕事に行っている間に勝手に家に上がり込むことも珍しくなく、冷蔵庫の食材を勝手に食べたり、無断でお寿司の出前を頼んだりしたこともあります。ただ支払いは私が帰宅してからか、義理の親から連絡が来て、嫁が支払いに行くと言ってあるから早く行け、店に迷惑がかかるだろうと、パシリのように店に向かわされるのです。たとえ顔見知りの店であっても迷惑をかけるわけにはいきません。私は言いたいことを我慢しながらすぐに店に向かいます。しかし支払いを済ませて帰宅すると、すでに義理の親の姿はなく、部屋には食べ残しのゴミが山積みになっていました。その散らかった部屋を目の前にして、私はただ呆然と立ち尽くすのでした。その間に大輔が帰宅し、部屋に入るなり彼は大声で叫びます。おい、なんだこの部屋は。ごめん、お母さんたちが来てたみたいで。私は義両親が勝手に来て家で飲み食いをしたことを説明しました。きっとこの状況を見たら大輔も義両親に何か言ってくれるだろうと私は期待していました。しかし大輔はただ小さくため息をついて私に背を向けてこう言いました。俺は風呂に入るから片付けといてよ。え、ちょっと他に言うことがあるでしょ。私の言葉に大輔は振り返り、再びため息をついて続けた。あのな、義理の親の相手をするのも嫁の仕事だろ。嫁の仕事ってあなたの親でしょ。俺は仕事で疲れてるんだよ。実家の手伝いをするだけの女と一緒にするな。そう言い残して大輔は風呂に行ってしまいました。取り残された私はただ呆然とするしかありませんでした。親がそうなら子もそうだ。私のことを単なる家政婦だと思っているのだろうか。結局大輔や義両親に対する愚痴を一人でこぼしながら、私は疲れた体に鞭を打って部屋の掃除をしました。そんな中、飾っていた結婚式の時の写真が目に入り、私たちが結婚した経緯を思い出しました。実は私たちの結婚に至るまでにも厚かましい義両親の影があったのです。それは私が高校3年生の時のことでした。喫茶店で天板をしていると、和服姿の品のいい女性が現れました。しかしなぜかその女性は店の入り口で顔をしかめています。いらっしゃいませ、何かご用でしょうかと声をかけると、女性は店の奥を見てから私に視線を向けてこう言ってきました。あなたバイトの子？オーナーの方にご用があるんだけど。いえ、この店の娘です。父は外出中ですが。そう、じゃあ伝えておいて、この敷地は私たちがもらうと。女性は嫌味な笑顔でそう言いました。それが私と未来の義母との最初の出会いだったのです。一体どういうことか尋ねると、あなたには関係ないわ、大人の事情よと一蹴されてしまいました。そんな中、ちょうど父が帰宅してきました。ああ、これは中田さん。何のご用でしょうか。ちょうどよかったわ、電話をしようと思っていたところでしたの。すぐに状況を把握した父が義母を家の中へ案内しました。
それから父は私に高級なコーヒーを入れるように命じました。なぜあの態度の悪い客をそんな大切に扱うのか、私は文句を言いながらコーヒーを入れて持っていきました。しかし直後に知ったのだが、義母は私たちの喫茶店の大切なお客様だったのです。義両親は工場を成功させて事業を拡大し始めていたらしく、とある話が進んでいたそうなのです。義母が帰った後、父は私にこんな話をしてきました。一度お見合いしてくれないか。え、お見合いって誰と？近くにある工場の跡継ぎ息子だよ。父の話はこうだった。義母からこの土地を買い取り、新しい工場を建てたいとの提案があったそうだ。この辺りの町は廃れ始めており、店を閉めるところも多い。土地を売ってしまった方がいいと判断する同業者も多くいる中、父の喫茶店は常連さんに支えられて何とかやっていけていました。しかしそれでも売り上げは年々減少している状況です。土地が安いこの地域は工場を建てるのに適している。実際に近隣の他の飲食店は義両親が土地を買い取り、工場の一部にしようとしているところもあったそうです。父は店を守りたいという気持ちが強く、その提案を何度か断っていました。しかし売り上げが落ちていく中で、義母からお見合いという提案がされたそうなのです。義母は息子である大輔の嫁を探しており、私が大輔と結婚すれば喫茶店を続けられるという条件でした。もちろん父は娘の将来を勝手に決めるわけにはいかないと即座に断ったそうですが、義母はこんな嫌味を言いました。こんな小さな喫茶店よりもうちの工場を継ぐ息子の嫁の方が将来は安定しているわよ。その当時は工場経営も順調で、取引もどんどん増えて安泰だったかもしれない。私もなんとなくその工場が繁盛していることを知っていました。でもどんな商売もその成功がいつまでも続くとは限りません。父は私にとりあえず会ってみたらどうかと提案してきました。結婚するかどうかは別としても、仕事関係者とのお見合いはよくある話です。その時私は高校2年生であり、大人の事情くらい理解していました。もちろん義母の方法には納得がいきませんでしたが、お見合いをするだけであれば今後の取引について考え直してもらえる可能性もあります。そんな思いで私はお見合いを受けることにしました。私は祖父から続くこの喫茶店を守りたかったし、私がどこかに嫁いで安定した生活を送れれば、両親も肩の荷が下りた状態で営業を続けられるのではないかと思ったからです。お見合いの日、初めて会った大輔はとてもいい人でした。義母から受けた不快な印象や皮肉は微塵も感じられず、彼は柔和で優しい雰囲気を持っていたのです。成熟した理解ある男性という印象を受け、高校生だった私は彼にいい印象を持ちました。そして1年後、高校卒業を待たずに私は大輔との結婚を決めました。しかしこれが後に大きな過ちとなります。結婚後、大輔は別人のように変わってしまいました。お前はいずれ工場の経営夫人になるんだから、母さんの言う通りにしろ。え、でもお母さんの言う通りにしたら、あれこれ頼まれて家事が何もできないわ。ああ、それぐらい何とかしろよ。それが工場の後継者の妻になるってことだ。夫に安易にそう言われ、私は工場の雑用を押し付けられました。そして休みもなく、全て無給で働かされたのです。嫁が家業を手伝うのは当たり前、どうして給料が必要なの？家事代行サービスを頼むだなんて贅沢を言うな。私は家事も仕事も手を抜かずに頑張っていたのですが、義母は私を認めてはくれませんでした。結局義母や夫からの横暴な要求に我慢するしかなかったのです。そんな中、ある日私は休憩を取るために事務所に戻ると、義両親が何か話しているのを耳にしました。おいおい、これじゃまずいぞ。このままだと会社が持たない。どこかから融資してもらえる場所はないのか？今入ると気まずいと思った瞬間、義母が扉を開け、私と目が合いました。あら、まだミスさん、どうしたの？私が固まって答えに窮していると、義母が私の背後を見ています。ちょっとあなた誰かしら？ここは立ち入り禁止よ。私が振り返ると、中学生くらいの女の子がいました。一体どうやってここに来たの？仕事の邪魔よ。義母がそう叱ります。女の子は困っている様子でした。お母さんやめてください、怖がっているじゃないですか。私はそう言って女の子をかばおうとしたのですが、義母はこっちはそれどころじゃないの、さっさと連れて行きなさいと扉を閉めてしまいました。私は女の子に謝り、ごめんなさい怖がらせてと言いました。すると女の子は頭を下げ、すみません、お取り込み中だったんですね、私山村美希と申しますと名乗ったのです。
私は首をかしげました。中学生くらいの女の子にしてはかなり丁寧な挨拶。すると彼女は名刺を渡してきました。私はびっくりして固まってしまいました。申し訳ございません、営業に来られた方でしたか。あのさっきは。私は彼女に謝ろうとしました。するとミキさんはふふっと笑っていました。いいんです、私かなり童顔に見えていつも勘違いされるので、中学生かひどい時は小学生に見られちゃうんですよ。そうやって笑っていたので私は少しほっとしました。しかし義両親と今会わせるのは良くないと思い、私は丁寧に謝りました。せっかく来ていただいたのに申し訳ございません。いえ、いいんですよ、こちらこそタイミングが悪かったようで申し訳ありません。私はお詫びの印として休憩時に食べようと思っていた抹茶のフィナンシェをあげました。え、いいんですか。はい。あ、でも焼き菓子お好きじゃなかったら。大好きです、フィナンシェも抹茶も。後で美味しくいただけますね。ミキさんはとびきりの笑顔を見せて頭を下げて去っていきました。それからしばらくして義理の両親が話していたように工場は倒産してしまいました。あなたが使えないせいで借金だらけよ。どうやら疫病神を嫁にもらったようだ。そんな風に義理の両親に非難され、大輔も私を冷たく見ました。しかし私のおかげで状況が一変しました。実は工場の倒産が決まった直後、ある男性が支援を申し出たのです。それはミキの父親でした。彼はホテルなど様々な事業をしている会社の社長で、工場の経営を引き継ぎ、義理の両親の借金も返済し、さらには従業員を全員再雇用すると言ってくれたのです。ただし、義理の両親だけは再雇用しないとのことでした。それは彼らの怠慢が倒産の原因だったからです。でも、大輔の再就職先まで世話をしてくれました。これは私が真剣に頼み込んだからです。本当にありがとうございました。これなら何とかなります。私はミキの父親に何度もお礼に行きました。その後大輔は再就職先で働き始めました。義両親は無職になったけれど、すでに年金をもらうような年齢なので、私が実家で働けば何とかなるはずと思っていました。しかし私の見込みはどうやら甘かったようで、最初は年金でおとなしく暮らしていた義両親も徐々に厚かましさを取り戻していきました。義両親に文句を言っても聞く耳を持ちません。それどころかさらにひどくなる始末です。私は少しずつ離婚の準備を始めていきました。そんな時にああやって私の支払いで手前を取ったので、さすがに耐えられませんでした。私は義両親に文句を言いました。すると義母からこんな返事が返ってきたのです。ああ、ごめんなさいね、ちょっと仲直りがしたいから次の日曜日に大輔と一緒にうちに来てちょうだいよ。気づけば工場の倒産からは何年も経っていました。我慢したけれどこれが最後のチャンス、そう思って私は義母の呼び出しに応じました。当日私は仕事を片付けてから義実家へ向かいました。到着すると玄関には山のような靴が。近くの部屋にカバンを置きリビングへ向かったのですが、リビングに入った途端に私はぎょっとしました。というのも大勢の親戚が大騒ぎをしていたのです。おい、仲直りの宴会始めてるぞ、遅かったなマナミ。騒ぎの中心にいた大輔が声をかけてくる。大輔はすでに酔っていました。ちょっともう酔っているの？どれだけ飲んだのよ。大輔は私よりも後に家を出たはずです。私が実家の喫茶店に向かった際はまだ寝ていました。大輔は身支度に時間がかかるタイプなので、義実家に来たのもおそらく1時間ほど前でしょう。どんな飲み方をしたら1時間ほどでここまで酔えるのか、私が呆れていると大輔が私に近づいてきました。次の瞬間、大輔がコップを私に向けました。寄生虫は除菌しなきゃな。やっ、大輔はいきなりそう言って私にビールをかけたのです。よかったわね、綺麗になって。びしょ濡れになった私を見て義母が笑いました。ついに私の堪忍袋の緒が切れました。こんなことをして覚悟はできているの大輔。私が大輔に尋ねると、なぜか義父が言い返してきました。はい、何もできない嫁が偉そうな口を叩くな。じゃあ仕送りやめますね。私がそう言った瞬間、義両親と大輔の表情が固まりました。ああ、どういう意味だよ、仕送りは俺の金でしてきただろう。困惑する大輔に私は追い打ちをかけました。あなたの給料はそんなに高くないし、あなたの浪費のせいで余裕なんてなかったわ。私の収入で貯金や仕送りをしていたのよ。でもそれも今日で終わり、あなたとは離婚させていただきます。
親族の前で私はそう宣言しました。どうせ近いうちに離婚するつもりだったし、それなら今ここで離婚を宣言してやろうと思ったのです。私はすぐに玄関脇の部屋に置いた記入済みの離婚届が入ったカバンを取りに行きました。万が一のために持ってきてよかったわ。はい、これあなたもさっさと書いてちょうだい。そう言って私は大輔の目の前に離婚届を叩きつけました。その瞬間、さっきまで大騒ぎしていた親戚たちが静まり返っていました。私は義両親と大輔を見て、それから冷静に言ってやりました。あなたたちの工場が倒産してから、いやその前に嫁いでから、どれだけ頑張ってきたか分かっていますか。あなたたちは自分たちの不甲斐なさから工場を潰したのに、私を疫病神だと罵って全てを私のせいにしてきました。でもあの工場を山村社長が買い取ってくれたのも、全て私が娘の美希さんと仲良くなったことがきっかけなんです。あの日、お母さんが子供だと勘違いして追い返した人が娘さんです。え？義母は記憶をたどっていた様子でした。嘘おっしゃい、あの子は子供だったじゃないか。本人もよく子供に間違われると言っていました。ですがあの後名刺をくれたんですよ。私の対応が良かったから連絡をくれたんです。あとフィナンシェを気に入ってくれたのも理由の一つですね。フィナンシェ？目を丸くして夫が聞いてきました。私は過去を懐かしみながら事の経緯を全て説明しました。私が自作した焼き菓子のことよ。私昔からお菓子作りが好きでね、毎日のように作ってたの。それで喫茶店に貢献したいって思ってたのもあるわ。何度も練習してレシピ本もたくさん見て、自分なりにアレンジもしてってやってたらどんどん上達してね。両親も絶賛してくれて喫茶店で出そうって言ってくれたの。私が作る焼き菓子は評判が良くて、それ目当てで来てくれるお客さんもいたわ。あなたにもよく食べさせてたじゃない。え、あれってデパートとかで買ってきてたんじゃないのか。違うわよ、本当に人の話を全然聞いてなかったのね。いつもお店で余分に焼いたからって言って持って帰って食べさせてたのに。夫は気まずそうに黙りました。しかし今度は義両親が口を開きました。だからなんだって言うんだ。焼き菓子を作るのがうまいからって、あんたがただのシェフで喫茶店を手伝ってるだけに過ぎないのは変わりないだろう。まだ話は途中ですよ。おとなしく聞けないんですか。なんだと。まあいいですよ、ここからは簡潔に話しますね。ミキさんが私の焼き菓子を気に入ってくれて、それから商品として販売したいと言ってくれたんです。そしてミキさんのお父さんも間に入って、喫茶店の名前を使って焼き菓子をオンラインなどで販売を始めたんですよ。そしたらどんどん売り上げが伸びて、デパートの催事でも販売できるようになって、結果として喫茶店に来てくれる人も増えたんです。そうしてあなたたちを養えるほどにまで収入が増えていたんです。なんならお父さんの工場が一番調子良かった時よりも年商は高いですね。ああ、嘘だろ。義両親は顔を真っ青にしていました。夫も散々バカにしていた私が自分よりもはるか上の稼ぎを得ていてショックを受けていました。ああそうそう、ビールをかけてきたこと絶対に許せないから、暴行罪に当たると思うから被害届を出すわね。被害届？そんな大げさな、俺たちは夫婦じゃないか。何言ってるの、もう離婚するって言ったでしょ。あなたの不倫の証拠も掴んでるの、離婚は絶対だから。私の発言に再び夫は顔を青くしました。義両親はその場にへたり込んでいました。そして私は義実家を後にしました。それから私は弁護士を通して夫に離婚を要求し、不倫相手と夫に慰謝料を請求しました。夫は山村社長から紹介してもらった会社で後輩の社員と不倫をしていたようで、そのことがきっかけで会社をクビになったそうです。そのため義両親と夫は一気に生活が苦しくなりました。まあ私からの仕送りもなくなったので相当辛いでしょう。さらに大勢の親戚の前で全てを暴露したことで、親戚たちからも避けられていて誰も助けてくれないそうです。現在は元夫がバイトを3つも掛け持ちして、慰謝料を支払いながら義両親を養っているとのこと。しかし義両親は貧しい生活に耐えられず、衝動的にブランド品などを買ってしまい、借金をどんどん増やしてしまうのだとか。その度に元夫が必死に返済をして、身も心もボロボロになっているそうです。一方私は相変わらず仕事が軌道に乗っており、最近は新しいスイーツの商品を販売する話も出ています。ですが一番幸せなのは両親と一緒に喫茶店で働いている時です。両親も高齢になってきているので、いつまで続けられるか分かりませんが、それでもこうやって家族仲良く働ける幸せをかみしめながら、今日も楽しく一日を過ごしていきたいと思っています。
最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。これは最終通告よ。あなたが家政婦として私たちに尽くすというなら新しい住所を教えるわ。勘違いしているとはいえ、ここまで人を煽ることができるのはやはりそれだけ性格が悪いからだろう。どうして私があなたたちの家政婦にならないといけないんですか？そんなことしなくても私一人で生きていけるんですけど。ああ、時給900円のパートタイマーが何を言ってるのよ。息子の稼ぎで暮らしてきたくせに本当に頭がおかしいわね。お母さんたちって都合のいいことしか信じないタイプですよね。時給900円なのは夫の方ですよ。私の名前はかすみ、34歳の在宅ワーカーだ。夫の達也とは結婚して2年になる。私たちの出会いは合コンだった。彼と私は同い年だったので共通の話題も多くて意気投合した。それから楽しく話をして連絡先も交換して2人で会うようになった。彼は大企業で働くエリートサラリーマンで、見た目も爽やかでかっこよかった。そうやって最初の印象も良かったので自然と距離が近くなっていった。彼はまた気遣いができる人で、それは会話だったり行動によく現れている。さりげなく車道側を歩いてくれたり、階段も自分が下になるように歩いてくれたり、居酒屋でも飲み物が切れたら飲みたいものを聞いて注文してくれる。小さいことでもそうやって私のことを気遣ってくれるのが分かり、とても嬉しかった。そして私たちは何度かデートを重ねていった後に彼から告白をされて付き合うことになった。なかなか出会いがない中、友人に誘われて合コンに参加して本当に良かったと思う。彼のような素敵な人に出会えたのは奇跡だろう。当時の私はそのように思っていた。それから順調に交際を続けていった私たち。彼は交際が始まってからも優しくて紳士的だった。デートプランをしっかりと考えてくれるし、誕生日のプレゼントも私のことを本気で思って選んでくれているのが伝わって嬉しかった。彼となら結婚してもきっと楽しい日々を過ごせるだろう。彼との結婚生活を想像しながら私はワクワクしていた。そしてそんな中、彼はある日私にプロポーズをしてくれた。かすみと付き合ってもうすぐ1年半が経つけど、今もどんどん好きになっていっている。こんな風にずっと大事にしたいと思える人と出会えたことは今までなかった。だからこれからも俺と一緒に人生を生きてほしい。俺と結婚してください。私は彼からのプロポーズがとても嬉しかった。はい、よろしくお願いします。彼から指輪を渡してもらい、薬指につけて、それを私はずっと眺めていた。ついに結婚することになったんだ。じわじわと実感し、幸せな気持ちが湧き起こってきた。きっと私も友達にいい報告ができる。私は仲のいい友人たちに結婚することを報告した。みんな驚きながらも私の結婚を祝福してくれた。よかったね。お母さんとお父さんも喜んでるんじゃない？そうだね。天から微笑ましく見てくれていると思う。私の親はすでにこの世にいない。小さい頃に母を病気で亡くし、父も数年前に同じく病気で亡くなった。私はせめて父には花嫁姿を見せなかったと激しく後悔をしていた。その頃の私は仕事に打ち込みすぎて恋愛なんてする気も起きていなかった。だから結婚話なんて一切なく、父に花嫁姿を見せてあげられなかったのだ。その時に私は人生で後悔しないように生きたいと思い、結婚も経験したいと婚活を始めた。そして高校に参加して出会ったのが達也だったというわけだ。結婚が決まり、私たちはすぐに彼の両親に挨拶をしに行った。だがそこで私は少し気になることがあった。それは義母の私を見る目だ。あなた、親がいないんですって？そんな人と結婚して大丈夫なのかしらね。仕事は何してるの？どこの会社で働いてるの？在宅でフリーランスとして働いていまして。はあ？在宅？フリーランス？ちょっと達也、この人大丈夫なの？親もいない上に大した仕事もしていない。完全にあなたに依存する気じゃない。そんなことないです。ちゃんと働いて収入もありますから。
会社員として働いていた時期もありますし、結婚後も仕事は続けます。私は慌ててそうやって言ったのだが、義母は信じてくれなかった。そんなの信用できるわけないでしょ。達也はエリートサラリーマンなのよ。もっとちゃんとした人と結婚してほしいわ。私は義母の言動にびっくりして開いた口が塞がらなかった。おい、失礼じゃないか。達也が選んだ女性なんだ。信用しないとダメだろ。あなたはそうやっていつも甘すぎるのよ。そういう問題じゃないだろ。初対面なんだぞ。お前の発言自体が失礼だと言ってるんだ。義父がそうやって怒ってくれたことで義母は少しおとなしくなった。そして義父は代わりに謝罪をしてくれて、私の気持ちも少し落ち着いた。だがちょっと気になったのは、達也が全く私をかばってくれなかったこと。ただただ私たちのやりとりを笑いながら見ているだけだった。普通嫁となる人を守るよね。なんで笑って見てられるのだろうか。私はモヤモヤが止まらなくて、帰り道に彼にそのことについて聞いてみた。すると彼は、別に母さんも本気で悪口言ってるわけじゃないからと言って、また笑っていた。そんな風に全然見えなかったので、私は彼の感覚に疑問を感じた。それでも彼のことはまだ好きだったから、結婚をやめようとは思わなかった。それから結婚式を挙げて、私と達也は夫婦となった。そして新婚旅行に行き、帰国後に一緒に暮らし始めた。私は在宅で仕事をしているが、家にいる分夫よりも時間に余裕があるので、家事は私がやっていた。毎朝早くに起きてお弁当を作り、夫に持たせて玄関で見送りをし、軽く掃除をしてから仕事に取り掛かる。ある程度進んだらお昼休憩を取り、そしてお昼を食べ終えたら残りの仕事を終わらせる。それから洗濯機を回し、その隙にスーパーに行って食材を買う。帰ってきて食材を冷蔵庫に入れた後、洗濯物を干して、ちょっとコーヒーとお菓子で休憩をして晩ご飯を作る。夫が帰ってくるまでに時間があったら、明日の仕事の準備と段取りをして、夫が帰ってきたら晩ご飯を温めて一緒に食べる。そうやって計画的に一日を過ごして楽しい夫婦生活を送っていた。夫と一緒にご飯を食べるだけでも楽しいし、毎日一緒に寝て朝も夫の顔を見て起きられる生活が幸せだった。これからも夫婦仲良く幸せな日々を過ごせると私は思っていた。だが結婚して2年が経った頃、いきなり私たちの状況が変わる出来事が起きた。それは夫が不況の煽りを受けて会社をクビになってしまったことだ。彼からリストラに会ったと言われた時、私はかなり驚いた。まさか大企業で働いているのにこんなことがあるなんて。それから私が夫の分も働いて稼ぐことになった。今まで家事をしていた時間もなるべく仕事に充てるようにして、クライアントからも受注の量を増やしてもらった。かなり大変だったが、とりあえず収入は増やすことができた。だが夫はかなり意気消沈してしまい、失業手当をもらっている間はずっと家にこもっていた。家事もせず、ずっとダラダラと家で過ごしており、正直結構なストレスになっていた。在宅で働いているからこそぐうたらしているのがやたらと目につく。家にいるのだから洗濯や掃除くらいしてほしいのに。でもリストラに会ってショックを受けているだろうから、あまりきつく言えない。そんな風に私はモヤモヤした気持ちを抱えながら仕事と家事に追われていた。だがそれから1年が経っても、夫は再就職をしようとしなかったので、さすがに堪忍袋の緒が切れた。ちょっと、せめてバイトでもいいから働いてくれない？ずっと無職の状態で家にいられても困るんだけど。私がそう言うと、夫がめんどくさそうな顔をした。ええ、別にお前の給料だけで生活できてるしいいじゃん。もはや夫は廃人になりかけていた。頭に来た私は奥の手を使うことに。お父さんたちに全部言うけどいいの？な、それはやめろよ。じゃあバイトでいいから働いてちょうだい。わかったよ。夫はプライドからか、義両親にリストラにあったことを話していなかった。義母が夫を溺愛していて、いつも褒めていたから逆に言いづらいそうだ。さっさと言って楽になってしまえばいいのにと思うが、プライドが許さないそうだ。だから私も口止めされている。厄介なのは、義母は夫がエリートサラリーマンで、私が夫に寄生していると思い込んでいるようで、義実家に顔を出すたびに文句を言われることだ。あんたみたいなのが達也の嫁で本当に困るわ。
前々から言ってるけど、もっと若くて綺麗なお嫁さんをもらっていいと思うわ。私は適当に聞き流してはいるが、全くストレスがないわけではない。でも最近義両親にも変化が起き始めていた。というのも、義父が義母の性格の悪さに耐えきれずに別れようとしているのだ。義父はある日、こっそり私に相談をしてくれた。もう、あいつに私の稼ぎを食いつぶされるのは我慢ならないんだ。さっさと別れてしまおうと思ってるんだ。私は全力で賛成した。義父はやっぱりそうだよねとうなずき、そして夫のことについても私に話してきた。妻はニュースとか新聞とか見ないから知らないようだが、達也が働いている会社が大幅に社員を解雇しただろう。達也は大丈夫なのかい？義父の問いかけに私は言葉に詰まってしまった。ああ、やっぱりそうだったか。それじゃあ、かすみさんが夫婦の生活費を稼いでいるってことだね。私は静かにうなずいた。義父は頭を下げて謝り、自分のことは自分で守るように私にアドバイスをくれた。正直、最近のあいつは怠けてる感じが言動からも感じられる。息子の父親としてはあれかもしれないが、息子のことは気にせず自由に生きていいからね。私は義父にそう言ってもらえてほっとした。いつ別れてもいいと相手の親から言ってもらえただけで心が軽くなった。本当に無理だと思った時は気にせず別れよう。それから半年ほどは何とか結婚生活は続けられていた。だが夫はコンビニのバイトに就いたはいいものの、フルタイムで働くことはなく、小遣い稼ぎのように短い時間でしか働かなかった。それなのに毎回疲れたと言って家事は一切しない。そのくせ晩ご飯のメニューに文句を言ってきたりと、好き勝手し放題だ。私はだんだんとストレスが溜まっていった。しかも夫は小遣い程度しか稼いでないくせに、やたらと飲みに行くようになった。同じコンビニのバイトの人たちと仲良くなったんだとか。誘いを断ると仕事がしづらくなると言って毎回参加している。だがその頻度はかなり多く、夫の稼ぎはほとんどその飲み代に消えているような形だ。それでは働いている意味がないが、もう私は夫を注意する気にもなれなかった。そしてそんな中、驚きの事実が判明した。それは夫が不倫をしていることだ。私は用事があり街中に買い物に行ったところ、本来はシフトの時間のはずの夫が見知らぬ女性と歩いていたのだ。そして後を追ってみると、二人はホテルに入っていった。白昼堂々と不倫ですか。私は二人がホテルに入っていく様子を写真に撮り、すぐに弁護士を雇った。証拠が少ない気がしたので、後日夫が風呂に入っている隙に頑張ってスマホのロックを解除して、 LINE のやり取りも写真に残した。証拠を集めて弁護士に見せると、これだけあれば不倫であることを証明できると言われたので、私は離婚の準備を進めることに。そんな中、久しぶりに友人から旅行に行かないかと誘いを受け、私は気晴らしに行くことにした。夫に反対されるかなと思ったが、もし反対されてももう離婚するし別に気にしないと開き直っていた。だが夫は快く承諾してくれた。こんなこともたまにはあるのかとびっくりしたが、承諾してくれたならそれはそれでラッキーだと思い、2泊3日の旅行に行った。そして楽しい旅行を終えて家に帰ったのだが、そこで私は違和感を感じた。家の中を調べると、なんと夫の私物がなくなっていたのだ。まさか家で不倫していることが私にバレたと思って逃げた。私はすぐに夫に連絡をしたが、電話は全然つながらない。 LINE も既読がつかない。一体どこに行ったのだろうか。最初は夫の居場所を突き止めようと思ったが、途端に私は面倒くさく感じた。いなくなったならそれでいい。私はやらないといけない仕事があるし、もう夫とは別れる予定だったから、家を出て行ったならそれはそれでラッキーだ。まあどうせ稼ぎの少ない夫のことだから、向こうからそのうち連絡をくれるだろう。私はそう思いながらいつもの日常に戻っていた。すると1ヶ月ほどが経った頃だろうか、いきなり義母から連絡が来た。もしもし、お母さん何の用ですか。義母はついこの間義父と離婚をした。義母がかなりごねたらしく、離婚するのに苦労したと義父からは聞かされていた。離婚したら絶対に私に連絡をしてくることなんてないと思っていたから、義母から電話が来てびっくりした。義母の話し声はなんだか楽しそうだ。
そして私にこう聞いてきた。どう？そろそろ食べるものもなくなって生活が苦しくなってるんじゃないかしら。え？どういうことですか？あら、意外と余裕があるみたいね。一体何の話だろうか。今どこにいるんですか？夫とも連絡が取れないんですが。焦っているわね。私たちは新居にいるの。新居？思い切って購入してよかったわ。これで老後も快適に過ごせるわ。まああなたもちゃんと反省してくれるなら一緒に暮らしてもいいけど。反省って何を反省するんですか？ああ、そういう態度を取るから息子にも呆れられるのよ。自分の立場ってものを全く理解していないよね。これは最終通告よ。あなたが家政婦として私たちに尽くすというなら新しい住所を教えるわ。勘違いしているとはいえ、ここまで人を煽ることができるのはやはりそれだけ性格が悪いからだろう。家政婦になって夫と義両親の世話をするなんて、そんなの絶対に嫌だ。どうして私があなたたちの家政婦にならないといけないんですか？そんなことしなくても私一人で生きていけるんですけど。ああ、時給900円のパートタイマーが何を言ってるのよ。息子の稼ぎで暮らしてきたくせに本当に頭がおかしいわね。お母さんたちって都合のいいことしか信じないタイプですよね。時給900円なのは夫の方ですよ。そんな夫とは離婚しますから。ああ、冗談言わないでちょうだい。まあ離婚するって言うならちょうどいいわ。あの子にはもっと若くて可愛い女性がふさわしいからね。豊島の金食い虫を養わせるなんてかわいそう。離婚した方があの子にとっても幸せでしょ。お母さんが同意してくださって嬉しいです。すぐに離婚届を用意しておきますね。そうしておくれ。あんたみたいな貧乏神とはさっさと縁を切りたいからね。義母はそう言って電話を切った。夫が近くにいたのかはわからないが、これで夫と正式に別れることができる。それから私は日時を決めてファミレスで義母と夫と会うことにした。その間に夫から何度も電話が来ていたが、全て無視をした。きっと夫は相当焦っているに違いない。義母から離婚の話を聞いて止めようとしているのではないだろうか。果たしてファミレスに来るかどうか怪しいな。だが夫はとりあえずはやってきた。義母が勝ち誇った顔をしているのを見る限り、きっと夫は未だに義両親に話していないのだろう。どこまでプライドが高いのか、本当に呆れてしまう。あら、かすみさん、あなたちょっと痩せたんじゃないの？食べるものがなさすぎて頬がこけているわよ。別に、食生活は健康的ですけど。1年前からヨガを始めたので、その影響で痩せてるんじゃないですかね。私がそう言うと義母は顔を潜めた。まあ、たかしの金でヨガですって？本当に金食い虫ね。離婚届を持ってきたかしら？すぐに息子とは離婚してもらえますからね。ええ、ここに記入済みのものが。私はそう言って離婚届をテーブルに置きながらちらっと夫の顔を見た。夫はファミレスに入ってきた時から顔を青くしている。本当のことが言えないまま私と離婚することになり、どうしていいかわからないのだろう。ここまで来て下手なプライドが邪魔をするなんてバカみたいだ。こんな男と別れることになって私は正解だと思った。さあ、たかし、記入しちゃいなさい。ああ。夫は義母に促されるまま離婚届に記入をした。これであんたは終わりよ。私は高笑いをしている義母を無視し、離婚届を確認した。記入漏れなどがあったら面倒なのでしっかりと目を通した。大丈夫そうですね。それじゃあ私が今すぐ提出してきますので。あら、意外と淡々としてるじゃない。もう修復は無理だと悟って絶望しきってるのかしら？そうかもしれませんね。私はそう言って夫を見た。私と目が合うと夫は気まずそうに視線をそらす。どうしてこんな男と結婚をしてしまったのだろうか。自分の男の見る目のなさに呆れながら、私はファミレスを後にした。そして役所に行き、離婚届を提出。それから夫とはもう会いたくなかったので、新しい部屋を借りて引っ越した。新しい部屋は家賃が少し高めだが、一つ一つの部屋が広く、仕事部屋も綺麗で作業がしやすい空間にした。夫や義母が家にいないことも快適に仕事ができる理由の一つかもしれない。
何はともあれ自分が落ち着いて仕事ができる空間を作れて本当に良かった。それから私は仕事に打ち込みながら平和で穏やかな日々を過ごしていた。すると3週間ほどが経った頃、元夫から電話がかかってきた。もしもし、一体何の用かしら。おい、一体どういうことだよ。なんで不倫の内容証明が送られてくるんだよ。あら、それはあなたが不倫をしたからでしょ。そんなことしてないぞ。適当なこと言うな。大体、お前どこに行ったんだよ。私は引っ越したのよ。新しい部屋は快適でいいわ。どこの家だ。住所を教えてくれ。何言ってるの。教えるわけないじゃない。あなたと私は離婚したんだから。もう赤の他人だからね。っていうかもう関わりたくないし。そんなこと言わないでくれよ。ちゃんと話し合おう。話は終わってるわよ。あなたと私は離婚していて、あなたは不倫をしている。慰謝料を請求して終わり。不倫の証拠だってあるんだから言い逃れはできないわよ。私がそう言うと、今度は義母の声が聞こえてきた。ちょっとあんた、生意気なことばかり言ってるんじゃないわよ。今まで高志に養ってもらっておいて本当に最低な嫁ね。もう嫁ではないですし、それに養っていたのは私の方ですけど。はあ？だからあんたのその虚言はいつまで続くのよ。隣にいる高志さんに聞けばどうですか。今何の仕事をしてるのかって。そんなの大企業の会社員に決まってるでしょ。ねえ高志。ああそうだよ。あら、いつ正社員になれたの。コンビニのバイト店員だと思ってたけど。コンビニも大手企業だから、正社員なら大企業の会社員って言えるわよね。え、コンビニ。高志、嘘よね。あなたはエリートサラリーマンなのよね。この家のローンも支払ってくれるって約束してくれたじゃない。それは、かすみがこの家に来てくれると思ってたから。かすみがいなかったら、俺は。元夫の発言で、義母は全てを悟ったようだ。じゃあ本当に、かすみさんが生活費を、時給900円の方は、たかし？一瞬の沈黙が生まれる。元夫はうなずいたのか。電話では見えないが、多分そうだろう。そんな、それじゃあ私たちのローンはどうしたらいいの。それは俺たちで働いて。私はずっと専業主婦だったのよ。今さら働くなんて嫌いよ。財産分与で得たお金だって全部なくなっちゃったじゃないのよ。どうしてくれるのよ。あんたが補填してくれるの。そんなの無理だよ。俺はフリーターだし、慰謝料も請求されてる身なんだぞ。もうどうしてこうなるのよ。義母が泣き叫ぶ声が聞こえる。お取り込み中のようなので電話を切りますね。あ、ちょっと待ってよ、かすみさん。私たちのこと助けてよ。義母はそうやってすがってきたが、私は無視をして電話を切った。そして着信拒否をした。それから私はいつも通りの日常に戻った。ちなみに元義母と元夫についてだが、結局ローンを支払うことができずに家を売ったそうだ。だがギリギリ買い値よりも安く売れたので200万ほど借金をすることになったらしい。そして私への慰謝料を支払うことになり、合計で500万の借金をすることになったようだ。現在はフリーターとして必死になって働きながら借金を返済する日々を過ごしているらしい。義母もパートに出ているそうだが、一度も働いていなかったから全然仕事ができないらしく、おつぼねさんから怒られて精神的に病んでいるんだとか。メールで元夫から近況報告と、よりを戻したいという嘆きの訴えが来るが、全て無視をしている。そして私は今まで通り仕事に打ち込み、順調に貯金を増やしながら平和で幸せな日々を過ごしている。最近は体を動かすことにもハマっていて、ヨガだけでなく筋トレもしている。腹筋が割れてきたし、スタイルも良くなったと思う。日々自分の体が変わっていくことは嬉しくて、継続は力なりをモットーにして今後も楽しく頑張っていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。もしもし、お母さんどうしたの。お願い助けて。え、生活費がもうないの。いきなりかかってきた母からの電話。
私は衝撃的な事実を知ることになるのだった。絶対に許せない。私は兄嫁に復讐することを決意するのだった。私の名前はかすみ、38歳の主婦だ。夫とは結婚して8年になり、5歳の息子と3歳で仲良く幸せに暮らしている。夫は一生懸命に働きながらも、休みの日はちゃんと家族サービスをしてくれる。息子も優しいパパが好きなようで、一緒にいる時はとても幸せそうだ。そうやって温かい家庭を築くことができて本当に良かったと思う。これからも夫と協力し合いながら子育てをし、家族仲良く幸せに暮らしていくのだろう。そんな風に自分の家庭については特に問題はなかった。だが私には悩みがあった。それは母のことだ。悩みというよりもこれは心配事で、現在母は70代で足腰などが弱っていた。そして2年前に父が病気で亡くなっているので、現在は実家で一人で暮らしている状態だ。時々実家に顔を出すと、母は笑顔で私たちを出迎えてくれるが、それでも体が辛いのか、動きは以前よりもゆっくりな気がする。私が実家にいた頃とかは、もうちょっと機敏に動けていたと思う。それに見た目もすっかり痩せていて、こんなに肉がなかったっけと思うほどだ。そういうところを見ると、母もずっと一人にしておいていいものかと感じてしまう。だが、私たちが住んでいる部屋だと母を連れてくるには狭いし、実家は私たちの家からかなり遠くにあるので、私たちが実家に引っ越すことも難しい。母と話していても、母自身が私はまだまだ元気だよと言うから、今後についての話もなかなかできない状態だ。それでも娘からしたら母のことはいつも心配だ。とりあえずは頻繁に電話をして状況を確認しているので何とか安心できているが、それでも何かあった時にすぐに対応できないのは怖い。一体どうしたらいいのかと私はとても悩んでいた。そんな中、ある日兄の翔太から電話がかかってきた。もしもし、お兄ちゃんどうしたの？久しぶりだな、かすみ。元気にしてたか？うん、まあ。それはよかった。今回はお前に報告があってな。報告？俺とゆかは母さんと一緒に実家に住むことにしたよ。え？本当に？ゆかとは兄嫁のことだ。兄は晩婚で2年前に結婚をした。相手は8歳くらい下で30代前半だ。兄が同居するのはわかるのだが、結婚したばかりでまだ若い兄嫁は果たして同居に同意しているのだろうか。ゆかさんは了承してるの？まだ結婚して2年でしょ。そこはちゃんと聞いてるから大丈夫だよ。そうなの？兄はつい最近に外資系企業に転職をしたばかりだ。もともとそれは兄が望んでいた業種で、そのためにいろいろと転職のための準備をしていた。今回晴れてその念願が叶ったようだが、どうやら今までよりも給料が下がってしまったらしく、一度実家に戻って生活費を減らしたいという願いもあるそうだ。兄嫁は専業主婦だし、私も兄が一緒に母と住むのなら一安心だと思った。そして母も兄夫婦との同居を承諾したそうで、1ヶ月後に同居生活が始まった。私はあまり兄嫁の負担にならないように実家を訪ねるのは控えた。やはり兄嫁にとっては他人の家だし、母に対しても気は使っているだろうから、そんな時に私が顔を見せに行ったらさらに気を使うだろう。そのため私は母に直接現状を聞く電話をするだけにとどめた。母はいつも元気な声で、問題ないよ、大丈夫だよと言っていて、私も安心していた。専業主婦の兄嫁が家にいて、夜や休日は兄もいるからまあ問題はないだろう。私はそうやって兄夫婦を信用しきっていた。それから半年ほどが経ち、お正月がやってきた。私は夫の実家に顔を出した後、別日に夫と息子と一緒に私の実家を訪ねた。かすみ、久しぶりね。お母さん、明けましておめでとう。ええ、明けましておめでとう。元気でいられてる？もちろんよ。それはよかった。おばあちゃん！息子がそう言いながら靴を脱いで母の元に駆け寄っていく。あら、まあ、かずや、随分と大きくなったわね。こうやって孫と会えるのは嬉しいわ。母とは久しぶりに会ったので、ついつい玄関先で話し込んでしまった。兄がこちらにやってきて、いつまで話してるんだよ、こっちに来なよと言って私たちを居間に誘導した。あ、お姉さん、お久しぶりです。どうも。
私は今に入って少々驚いた。というのもインテリアの配置とかが変わっていて、今までの実家っぽくなくなっていたからだ。そして兄嫁はすでにグラスにビールを注いでいて軽く飲んでいる状態だった。私たちが来ることは前もって伝えていたはず。宴会は普通全員が揃ってから始めるものだろう。早速料理を準備しましょうかね。母はそう言ってキッチンに立って鍋に火をかけたり、冷蔵庫から大皿を取り出したりしている。一方で兄嫁はつまみとお酒でくつろぎながら正月のテレビ番組を見ている。まあ別に必ず兄嫁にも動けと言いたいわけではないが、それでも手伝う素振りとか配膳をするとかしてもいいのではないだろうかと思ってしまう。母は高齢になってきて足腰も弱ってきているから心配だという話はよく兄としていたから、兄嫁だってわかっているはずなのに、なぜ母にだけ家事をやらせているのだろうか。カズヤ、おじちゃんとキャッチボールでもするか。する。庭に出てもいい。兄は私にそう確認した。料理が準備し終わるまで息子の遊び相手をしてくれるというのだ。私はうんありがとうとお礼を言い、母の手伝いをすることに。あらあら、いいのよ。あなたたちはお客さんなんだから、ゆっくり休んでって。いやでも一人で準備をするのは大変でしょ。重いものとかは旦那に運ばせていいから。そうですよお母さん、俺をオールとしてこき使ってください。あらあら、頼もしいわね。それじゃあその大皿の料理を食卓に運んでもらおうかしら。了解です。夫は腕まくりをして皿を食卓テーブルに運んだ。そしてその流れで箸とかグラスとかを出して並べていった。夫が協力的で本当に良かった。車の運転もしてくれて手伝いまでしてくれて本当に優しい旦那さんだ。そんな中、兄嫁はマイペースにお酒を飲んでいて、あろうことか私の夫に一緒に飲もうと誘い出した。おつまみもあるんで一杯飲みましょう。ああ、いえ、僕は今日は運転してますし、そんなにお酒飲めないんですみません。そうなんだ。つまんないの。私はそんな兄嫁の言動を見てぎょっとした。宴会の準備を手伝うどころか一人だらだらお酒を飲み、挙句の果てには義妹の旦那を巻き添えにしようというのか。兄嫁はこんな風に好き勝手やっていることを知り、私は少し兄夫婦と母の同居について心配になった。ねえお母さん、ゆかさんっていつもあんな感じで家事をしないの？私が台所で小さな声で聞くと、母は少し苦笑いをした。ああ、まあ料理はあんまりやらないかもしれないわね。え？それって普段もってこと？まあまあ、そんな話はいいじゃない。せっかくあなたたちが久しぶりに来てくれたんだから。今日私はすごく楽しみにしてたんだから。母は笑顔でそう言いながら温めた料理を皿に持っていった。だが私はそんな母の笑顔にどこか無理を感じた。きっと私を心配させないようにとごまかしているのだろう。正直言ってそんな顔を見せられた方が心配になる。そして料理の準備が終わり、母がみんなを呼んだ。兄と息子は楽しくキャッチボールをしていたようで、二人とも軽く息を切らしていた。わあ、美味しそう。運動したからお腹ペコペコだよ。兄がそう言いながら席に着く。カズヤの相手をしてくれてありがとね。ああ、全然構わないよ。カズヤ運動神経いいな。カスミは運動ダメダメだったから、旦那さんの遺伝子かな。ちょっと余計なこと言わなくていいから。はいはい、すいません。兄とはこんな感じでツッコミを入れたりいじったりする仲だ。そんな私たちのやりとりを見て夫は笑っていた。だが兄嫁はというと、私たちのやりとりには興味も示さず、目はずっと食卓に並ぶ料理を追っていた。このメニューだと赤ワインも良さそうだな。翔太、赤ワイン取ってきてよ。え？ああ、仕方ないな。兄嫁は自分はまだ席についていないのに、わざわざ兄に指示を出してお酒を取りに行かせた。兄は私の息子の相手をしてくれていたというのに、たった1、2時間の間だけで兄嫁にはかなり幻滅した。それに兄嫁の雰囲気は結婚当初よりも派手というかけばくなっていた。兄と結婚したばかりの頃はもう少し落ち着いた雰囲気で、黒髪でナチュラルなメイクだったはずだ。それが今では金髪でメイクも濃くなって着ている服も露出が多い。ネイルも派手で爪はすごく長い。こんな人と日中いても家事はしてくれなさそうだし、むしろいろいろと要求してきたりわがままに過ごしているのではないだろうか。
だいたいあの爪の長さだったら洗い物とか無理そうだし。宴会が始まったので、とりあえず私は久しぶりの母や兄との食事を楽しむことに。母には苦労をかけて申し訳なかったが、母が作った料理ならまず間違いないだろう。実際食卓に並んだ料理はどれも美味しかった。夫も息子も美味しいととても感動していた。そうやって言ってもらえて嬉しいわ。馬になんかおかわりもあるからどんどん食べてね。美味しそうに母の料理を食べる夫と息子の姿を見て、母は幸せそうだった。兄も忙しい仕事の日々から解放されて、久しぶりにゆったりできているようだ。兄嫁に関しては、ただ飲んで食べて眠くなったのかソファーに寝転がっていた。さすがにこれは自由すぎだと思い、兄にもうちょっと兄嫁に家事などをやらせないのかと聞いてみた。だが兄は少し気まずそうな顔をしながら、転職で給料が下がったことで迷惑かけているからあんまり言えないと話していた。生活費などを抑えることも実家での同居の理由も含まれているため、いろいろと無理をさせてしまっていると気が引けているそうだ。確かにそうかもしれないが、兄嫁は気を使うどころか自由奔放に暮らしているので、むしろ同居している時の方が楽をしているのではないだろうかと私は思ってしまう。それでも現在兄夫婦が同居しているわけだし、妹である私がとやかく言う立場にはない。結局、もやもやした状態のまま私は正月の宴会を終えた。それから数ヶ月ほどが経った頃だろうか、さらに心配することが起きた。それは兄が海外赴任をすることになったことだ。何でも仕事の頑張りが認められて、2年ほど海外の支店で働くことになったそうだ。そうなると母はどうなるのか心配になった。するとどうやら兄は単身赴任をするそうで、兄嫁は家に日本に残るそうだ。それはそれで心配だ。正月の時のことを考えると、兄嫁が母の代わりに家事をしているとは思えない。母はさらに負担が増えるのではないだろうか。だが私たちが実家に戻って同居することは夫の仕事を考えるとできないし、頻繁に私が通える距離ではないから様子を見に行くのも大変だ。私は今まで以上に母に連絡を取るようにした。最初は母は元気そうで何も問題ないと言っていて、私も安心した。だが日に日に母の声に元気がないことが分かってきた。お母さん本当に大丈夫なの？あなたは心配しなくていいから。そんなこと言われても心配だよ。だってお姉さんは家事を一切しないんでしょ。今お姉さんはどこにいるの？ちょっと私話がしたいな。ああ、それが今は出かけてて。え？もう17時だけど、スーパーに買い物とか？ああ、いや、今出て行ったばかりだよ。お友達と飲んでくるって。お姉さんって私たちと地元は違うよね。同じ地域の友達ができたの？いや、東京の方まで行ってるみたいだよ。え？それじゃあ泊まってくるってこと？いや、タクシーで帰ってきてる。ちょっと待ってよ、深夜のタクシーで東京から帰ってくるって、それだけで1万近くかからない？そうね。私はめまいがした。兄嫁は母に家事を押し付けているだけではなく、そのような散財までしているのだ。しかも専業主婦だから兄からもらったお金ということだろう。兄はいろいろと迷惑をかけて申し訳ないからと言っていたが、そんなお金の使い方を知っているのだろうか。これはちょっと何とかしないといけない。私はそう思った。そして私は休日に子供を夫に任せて実家に帰った。あれ？どうしてかすみさんが来たの？兄嫁はあからさまに嫌そうな顔をした。ちょっとかすみ、どうしたの？お母さん急に来てごめんね。今日はお姉さんにお話があって来たんです。話？簡潔に言いますが、家のことを全部母に押し付けて外で散財するのはやめてもらえませんか？はあ？何言ってるの？私はわざわざ同居してあげてるのよ。主人は転職したり海外赴任に行ったり好き勝手やってるじゃない。私だけ他人であるお母さんと同居を強いられて色々と我慢だなんておかしいでしょ。いや、まだ兄が海外赴任する前からお姉さんは家事をしていなかったですよね。正月の時も一人だけ何もしないでずっとお酒を飲んでいたし。何？嫁いびり？私はリラックスしてお酒を飲む自由さえも与えられないの。そういうことを言ってるわけではないですよ。でも頻繁に東京に行って飲みに行っているそうですよね。それの何がいけないのよ。私ったらモテちゃうからね。いつも飲みに誘われるのよ。
私はそのモテるというワードがなんとなく引っかかった。友達に人気という意味だったのかもしれないが、なんとなく違う気がする。私は怪しいと思い、いろいろと調べることにした。とにかく母は足腰が弱ってきていて、あまり動けないのでしっかりサポートしてあげてほしいんです。ああ、はいはい。なんかあったら救急車呼べばいいんでしょ。わかったからさっさと帰って。兄嫁の態度は本当にひどかった。かすみ、私はもう大丈夫だから。母にもそう言われてしまい、私は仕方なく帰った。だがすぐに更新所に行き調査を依頼してもらった。待っててね、お母さん。私が全てを暴くから。それからはやきもきしながら日々を過ごした。母が辛い目に遭っていないだろうか。それだけが心配だった。そして数週間後、ようやく更新所の調査結果が出た。そこでいろんなことが分かった。だがそんな中、いきなり母から電話がかかってきた。もしもし、お母さんどうしたの？お願い助けて。え？助けてってどういうこと？生活費がもうないの。いきなりかかってきた母からの電話。私は衝撃的な事実を知ることになるのだった。なんで？今どこにいるの？今はネットカフェにいるの。家にいたらゆかさんからお金を奪われちゃうから。は？何それ。もしかして今までお姉さんが外で遊んでいたお金ってお母さんが出してたの？母は黙り込んでしまった。つまりそういうことなのだろう。絶対に許せない。私は兄嫁に復讐することを決意するのだった。お母さん、すぐに迎えに行くからそのネットカフェ教えて。私は母を迎えに行き、家に連れて帰った。母と最後に会ったのは1ヶ月近く前だが、随分と痩せていて顔色も悪かった。話によると、あまりにも兄嫁にお金をたかられるから食費を削るしかなかったらしい。私は急いで栄養のあるものを作って食べさせた。母はよほど食べられていなかったようで、美味しそうに私の料理を食べていた。本当にありがとう。死ぬかと思ったわ。ゆかさんは一体何を考えてるのかしら。お母さんをこんな目に遭わせて。なんだかいつもどこかに出かけててお酒をたくさん飲んで帰ってくるのよ。絶対に許せないわ。私はすぐに兄に連絡をした。時差があったが、兄は LINE 電話に出てくれた。そこで私は事の経緯を説明した。そしてとあることも教えると、兄は怒りに震えている様子だった。すぐに一時帰国するから。兄はそう言って電話を切った。それから兄嫁から母や私の元に何度も連絡が来た。母には無視をしてもらい、私は出られる時に出た。大体は母はどこにいるのかという内容だったので、知らないとだけ答えた。兄嫁はお金をたかれる相手がいなくなり、イラついているのだろう。兄嫁は私の家を知らないので、こちらに突撃してくることはできない。だから安心していた。しかしそれから3日ほどが経った頃、街で私を見かけたらしく、そこから後をつけられていたらしい。見つけたわよ。え、お姉さん。なんと家まで尾行されていたのだ。お母さんに会わせなさい。兄嫁はものすごく怖い目でそう言ってきた。家の前で暴れられても困るので、私は家の中に入れた。お母さん、どうしていなくなっちゃったんですか？兄嫁は母を見つけると優しい口調でそう言った。だが目は笑っていないので、ものすごく怖かった。私、用事があるからお金を貸してほしいんですよね。な、何言ってるのよ。もう私にはあなたに渡すお金はないって言ったでしょ。ち、本当にないのかよ。使えないばあさんね。わかったわよ。もう頼まないわ。だけどあの家には帰ってこないでね。貧乏人は出てけ。そうやって暴言を吐く兄嫁。私が怒りに震えて拳を握りしめながら兄嫁にこう言ってやった。母が貧乏人？お姉さん知らないんですか？母の父、つまり私の祖父は大手の会社の社長で資産家だったんですよ。え？だから母は祖父の多額の遺産を相続していますよ。いや、でもお金がないってさっきも。母は私や兄、孫のためにほとんど残そうとして手をつけていないんです。今まであなたに渡していたお金は自分の年金や貯金を切り崩して渡してたんですよ。そんな。私がそうやって説明していると、隣の部屋のドアが開いた。
おいゆか、お前どういうつもりだ。そう言って現れたのは兄だ。兄嫁は突然の兄の登場に驚いている。え？なんで翔太がここに。お前が好き勝手やってるって聞いて一時帰国してきたんだよ。こんなことして許されると思ってるのか。ちょっと待ってよ。私はただ足りないお金をお母さんにもらおうと。それでお金をもらえなかったら追い出すってか。いい加減にしろ。俺はちゃんと仕送りをしていたはずだ。それで足りないのはおかしいぞ。それはいろいろとお金がかかって。そりゃそうか。不倫してるんだもんな。え？何のこと？かすみが更新所に調査してもらった証拠があるんだ。え？兄が写真を並べていくと兄嫁は絶句した。不倫をして母さんを苦しめてお前には失望したよ。離婚しよう。そんな待ってよ。これはただの遊びで。遊びだろうが何だろうが不倫は不倫だ。そして母さんを傷つけたことは絶対に許せない。今すぐこの離婚届にサインをして俺の家からも出ていけ。そんな。兄嫁は膝から崩れ落ちた。だがここに誰一人として彼女の味方はいない。兄嫁は離婚届にサインをさせられ兄と別れることになった。その後弁護士を通して兄嫁と不倫相手に慰謝料を請求。兄嫁の代わりに義両親に支払ってもらい今回のことは終了した。ちなみに兄嫁の親は私の母に兄嫁がたかっていた分のお金を上乗せしてくれたようだ。兄嫁は義両親から感動され不倫相手と一緒になろうとしたが不倫相手の方は遊びだったそうで振られてしまったらしい。現在はボロアパートに住みながら必死になってバイトをしてるんだとか。だがああやって散財していた人が節約とかできないだろうから今度は借金を増やすのだろう。まあ私たちにはもう関係のないことだしどうでもいい。その後母は実家を売り私たちの家の近くの老人ホームに入ることにした。私と兄が自分にもちゃんとお金を使うように説得したので遺産を使って高級老人ホームに入居することができたのだ。今では私たち家族が母の元に顔を見せに行ったり息子の誕生日の時とかは家に連れてきたりして今まで以上に接することができている。兄も安心して海外で働くことができ結果も残せているようだ。これからも私は家族を大事にしながらみんなでたくさんの思い出を作っていきたいと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。もう仕送りをやめさせてほしいんです。私も夫もいっぱいいっぱいなんですよ。何、私たちを悪者のように扱ってるんだ。そうよ、ひどいこと言うわ。儲け話ができたから貧乏人の小銭なんていらん。そう言ってきた義両親、こちらからしたら願ってもない返事だった。いいんですか、喜んで辞めさせてもらいますね。私の名前は楓、30歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して2年が経つ。私たちの出会いは共通の友人の紹介だった。とても誠実で優しい男性がいると友人が私に紹介してくれたのが正人だった。彼は確かに友人の言うように優しい人だった。そして笑顔が素敵で私はすぐに彼に惹かれていた。それから私たちは食事や飲みに行くようになった。だがメッセージのやり取りは頻繁にあるものの、なかなか彼はデートに誘ってくれなかった。飲みや食事もしょっちゅうというわけではない。月に1回あるかないかという感じだ。だから最初は私のことに興味がないのかなと思っていた。良くも悪くも私は斧が好きなようで、それならばと積極的に誘っていた。だがなかなか彼は私の誘いに乗ってこなかった。それが必ず乗らないというわけではなく、月に1回程度は乗るので謎だった。思わせぶりな態度をとっているだけなのかとちょっと彼を疑う部分もあった。だから友人にも相談をしてみたのだが、その時に友人からは直接聞けばいいじゃんと言われてしまった。だから私は勇気を出して彼に私のことをどう思っているのか聞いてみることに。ねえ、私のことって恋愛対象としては見てないの？え？彼はとても驚いた顔をした。うっ、どうしてそんなことを聞くの？だってもう私たち出会ってから3ヶ月ほどが経つけど、なんか会う頻度も少ないし、私から誘って断ることの方が多いし。私はマサトのこと気になってるよ。っていうか好きだと思う。え？
だからマサトの気持ちを教えて。私のことはただの友達と思っているのならもう無理には誘わないから。俺は…マサトは少し困ったような顔をした。ああ、やっぱり迷惑だったのかな。私のことは恋愛対象として見てなかったんだろう。そう思った時、彼はこう言った。実はさ、俺親に仕送りをしてるんだ。え？いきなり何の話と思った。だが彼は続けてこう言った。それで生活が結構きつくてさ、あまりデートや外食にお金を使えないんだ。そうだったんだ。だけど楓とは会いたいって思ってた。一緒にいて落ち着くし、話してて楽しいさ。俺も楓のことが好きだよ。だから本当は生活が苦しくてなかなかデートとかができないのに、関係をはっきりさせようとせずにナーナーになってた。本当にごめん。彼はそう言って私に謝ってきた。だが彼が正直に話してくれてとても嬉しかった。言いづらかったことをそうやって話してくれてありがとう。それにマサトも私のことが好きだって分かってよかった。デートはさ、別にお金なんてかけなくてもいいから。私はマサトと一緒にいられるならどちらかの部屋とか公園とかでも楽しいよ。だから私と付き合ってほしいわ。私は気づけばそうやって告白をしていた。そして彼はびっくりしながらも私の告白を承諾してくれた。こうして私たちは付き合うことになった。彼が私のことを好きかどうか心配だったが、両思いで本当に良かったと思う。友人も私たちが付き合うことになって喜んでいた。それから私とマサトはお金を使わずに楽しくデートをしていた。私たちのデートは主に彼の部屋で、私は彼のために食材を買って手料理をよく振る舞っていた。これすごく美味しいよ。こんな美味しい手料理食べたの初めてだよ。本当に？嬉しいわ。こういうのならいくらでも作るよ。幸せだな。彼は聞くところによると、ほとんど食費に回せるお金がないようで、日々の食事も大体もやしだったそうだ。彼を初めて見た時に随分と細身だなと思ったのだが、そういう理由だったのだ。社会人になってから彼はずっとそういう生活を過ごしていたらしい。私は本当に彼のことが気の毒に思った。そしてどのくらい仕送りをしているのか疑問に感じた。彼の手取りが少ないという可能性もあるかもしれないと思ったからだ。毎月一体いくら仕送りをしてるの？私がそう聞くと彼は言葉を詰まらせて気まずそうな顔をした。実は20万ほど。え？ 20 万？私はびっくりしてしまった。生活が苦しくなるほどの仕送りだとしても多くて10万くらいなのかなと思っていた。だから20万と言われて私は予想をはるかに超えてきたことに言葉が出なかった。それは生活が苦しいはずだわ。彼の収支などを詳しく聞くと、彼の当時の手取りは約28万ほどで、家賃が3万5000円ほど。そして通信費や光熱費、水道代に電気代などを合わせて1万弱ほど。それだけでも残されているお金は3万程度しかない。そこから日用品なども買いつつ食費を捻出しなければならないので、本当にギリギリの状態なのだ。今まで本当によく頑張ってたんだね。すごいと思うよ。私は彼のことをとても尊敬した。でもそれと同時にどうして両親にそこまで仕送りをしているのか気になった。マサトのお母さんたちは一体何に仕送りのお金を使ってるの？母さんが足腰を悪くしててさ、その病院代とか家事ができないから家政婦さんを雇っているお金にまず使ってるんだって。そうなんだ。でもそれで20万はもらいすぎな気がするけど。実は父さんがさ、昔借金をして、その返済が残ってるみたいなんだ。え？借金？うん。今まで高校や大学で俺に学費のために金をたくさん使ったから、その恩を返せって言ってきてて、それを言われたら俺も反論はできなくてさ。こうして就職できて働けているのも大卒だからってのはあるだろうし、親孝行しろって言われたら俺も逆らえなくって。そっか。彼はとても優しい人だから彼の両親のことを見捨てられないのだろう。
それでも彼の両親は彼のことを都合よく利用しているような気がした。ここで私はまたいつもの悪い癖が出た。それは私自身が彼のためになりたいと思ったことだ。私も仕送りを手伝うよ。え？いやいやいや、そんな迷惑をかけられるわけないじゃん。彼女に自分の親への仕送りを援助してもらうなんてダメでしょ。絶対に彼ならそう言うと思った。それじゃあ、私たちが夫婦になったら？え？私たちが結婚すれば家族だよ。夫婦ならパートナーの親のためにお金を出すのも全然あり得ることでしょう。え、ちょっと待って。それってプロポーズをしてるの？逆プロポーズだよ。私はそれくらいマサトのことを本気で考えてるの。楓、それはすごく嬉しいけど、でもやっぱりそんな迷惑はかけられないよ。それじゃあ私との結婚は一切考えてないの？そんな風に適当に付き合ってたの？いや、そういうわけじゃ。楓とのことはちゃんと真剣に考えてるし、結婚だってしたいよ。じゃあ今したって同じじゃない。いや、それは親への仕送りが終わってから。いつ終わるの？え？その仕送りはいつ終わるのさ。それは。彼は私に質問されて固まっていた。話を聞く限り、彼の親への仕送りに終わりはなさそうなのだ。私だってもう28歳だよ。まあ最近は晩婚が増えているのかもしれないけどさ、私は20代のうちに結婚したいと思ってるから、それが無理なら私たちの関係も考え直した方がいいかもしれないわ。え？彼は私がそう言ったことでものすごく焦っていた。ちょっと優しい性格の彼には意地悪だったかなと思ったが、これくらい言わないと結婚にまではたどり着けないかなと思った。すると彼はようやく決心してくれたようで、私と結婚をすると言ってくれた。でも指輪とか用意できてないけど。それは後ででいいよ。結婚式にも私はこだわりがないからやらなくていいわ。あなたとずっと一緒にいたいの。ありがとう、楓。こうして結婚することになった私たち。それからすぐにお互いの親へ挨拶をしに行った。私の親にはさすがに仕送りをしていることは言えなかった。余計な心配をかけたくなかったからだ。両親は私の選んだ人だからと彼のことを信用してくれた。結婚式を挙げないと言った時は少し寂しそうにしていたが、ウェディングフォトは撮るし、ドレス選びの時は両親にもついてきてほしいと言うと喜んでいた。そしてその後、私たちはついに彼の親へ挨拶をしに行った。はじめまして、楓と申します。あなたが楓さんね。ちゃんと働いてるのかしら。給料はどれくらい？手取りはいくら？え？私はいきなりそんなことを聞かれてびっくりしてしまった。ちょっと母さんたち、何を聞いてるんだよ。失礼だろ。あら、何を言ってるの？夫婦になるんだからお金のことは大事でしょう。それは私たちに仕送りをする上でも重要でしょう。それで、かなでさんはいくら稼いでるの？かなで、答えなくていいよ。おいおい、なんでお前が質問を止めるんだ。重要なことだと言ってるだろ。私は彼の両親と接してみて、これは予想以上に面倒な人だと思った。収入については言えませんが、仕送りについては変わらず行いますのでご安心ください。私がきっぱりとそう言い切ると彼の両親は驚いてはいたが納得した様子だった。まあ、ちゃんと収入が入ってるのなら誰でもいいわ。約束通り毎月の仕送りは絶対に入れなさいよ。結婚の挨拶に来たというのに結局話は仕送りのことだけ。こんな風にお金のことばかり言われたら精神的に病んでしまうだろう。こんな毒親を持って本当に彼は辛かっただろうなと思った。とりあえずは結婚を認めてもらえたので、私たちは婚姻届を出しに行った。これで晴れて私たちは夫婦だ。友人に報告するととても喜んでいた。職場にも結婚したことを報告すると祝福してもらえてすごく嬉しかった。それから一緒に暮らし始めて夫婦としての生活を始めた私たち。新婚生活はとても楽しかった。もうお互いの部屋を行き来する必要がなくて、毎日一緒にいられるのは幸せだ。そして私も仕送りの負担をするようになったことで生活も少し楽になったようだ。私は実は大企業で働いており、私は給料がかなり良かった。
だから義両親に働いている会社や給料について言いたくなかった。私は夫と義両親への仕送りを折半して、お互いに10万を出すようにした。そのおかげで夫の給料からも少し余裕が出て、生活費に充てられるお金が増えた。家賃も生活費も2人で割ればいいので、1人の負担は減り、生活が楽になったので本当に結婚してよかったと思う。結婚して生活費は2倍になるわけではないし、家賃は折半で考えられる。だから結婚することの方がメリットは大きかったのだ。夫もここまで生活が楽になったのは社会人になってから初めてだそうだ。私たちは将来のことも考えて仕送りをしつつも貯金もしていった。いつか子供ができた時などに蓄えがないといけないと思ったからだ。そうして結婚生活を楽しみながらもしっかりといろんな準備をしていた。だが私たちの予想以上に義両親はとても面倒な存在だった。それはある日のこと。いきなり義両親が家にやってきたのだ。あら、あなたたち思っていた以上にいい部屋に住んでるじゃない。そう言って部屋の中を見て回る義両親。ちょっと、母さんたちいきなり来てどうしたんだよ。あら、親が息子夫婦が暮らす家に来て何が悪いの？それよりもあなた、一人暮らしの時に住んでいた部屋よりもだいぶ大きいじゃない。それって、お金に余裕があるってことじゃないのか。確かにそうね。私たちが苦しんでいるというのに、どうしてこんな贅沢をしているのかしら。もう少し仕送りを増やしてもらわないといけないわね。え？私はそんなことを言い出した義両親に驚いてしまった。月20万でもかなり大金を渡していると思うのですが、まださらにもらおうとしてるんですか？私が思わずそう言うと、義両親は私をにらみつけて怒った。私たちがどれだけ苦しんでいるかあなたは知らないでしょう。そうだぞ。借金を抱えながら毎月病院に通って家事も依頼しないといけないんだぞ。それは確かに気の毒ですが、それでも私たちだって余裕があるわけじゃないです。この部屋は私が一人暮らししていた頃から住んでいる部屋なんです。今は夫と家賃を割って支払っているから、今までよりも一人当たりの負担は減ってますから、むしろ贅沢ではなく節約ですよ。私がそう言うと義両親はこんなことを言ってきた。節約ができてるならお金に余裕ができてるってことだろ。それじゃあその分私たちに多く渡すべきだろ。え？そうよ。私たちにあと5万は多く渡しなさい。5万って、そんなの無理に決まってますよ。それって25万も渡してることになるじゃないですか。そんな大金を毎月仕送りしているなんて聞いたことがない。私たちがどれだけ苦しんでいるのかやっぱり分かっていないな。マサトも私たちを見捨てるのね。私たちがどれだけあなたのためにお金を使ってきたことか、その恩を一切感じていないのね。そうやって義両親は夫が非常のような言い方をした。そのため夫は少し心が揺らいでしまったようだ。いやもちろん母さんたちには感謝してるよ。それじゃあもっと仕送りを増やすべきじゃないの？それは…もっと押せばさらにお金をもらえると思ったのか、義両親はニヤッとしながら夫に畳みかけた。だいたいあんたがもっといい大学に行っていれば、こんな風に困ることもなかったのに。そうだな。就職先の給料だって低いのは学歴が悪いからだな。それでも見捨てなかったことをもっと感謝してほしいものだ。そういう風に言って夫を追い詰める義両親。だがこの時私はとあることに気づいた。あれ？お母さん、そのバッグって去年出たブランド品のバッグですよね。やっぱりとっても可愛いですね。私がそう言うと義母はまんまと騙されて自慢してきた。そうなのよ、これ気に入ってるのよ。あれ、お金に困ってるんですよね。どうしてブランド物なんて買ってるんですか？私がそう言うと義母はしまったというような顔をした。この時に私は義両親が本当はそこまでお金が困っていないのではないかと思った。これは絶対に仕送りを増やしてはいけないと確信した。これは、その、セールで安く売ってて。義母はそうやってごまかしていた。だが私はそこを徹底的に責めた。さっきまで本当に生活が辛いって言ってましたよね。もし仮にセールで安くなっていたとしても、ブランド品であることは変わらないんですから、贅沢をしてるってことですよね。少しぐらいいいじゃないか。妻は女性なんだから、バッグくらいたまには贅沢もしたくなるだろう。
キフはそうやって義母のフォローに入っていたが、私はそこでさらに気づいたことがあった。あれ？お父さんそのシャツから見えてる時計、それもブランド品ですよね。生活が苦しいと言いながら二人ともブランド品を身につけているなんておかしいですね。それともお父さんもたまに贅沢をしたいから買ったというんですか？それって20万の金額でも十分だってことですよね。私がそう言うと義両親は何も言い返せなくなり、悔しそうにしながら帰っていった。私はほっとした。あのままだったら仕送りの額を増やさないといけなかっただろう。楓、ありがとう。俺一人だったらきっと仕送りを増やさないといけなかったよ。あんな風に詰め寄られたらなかなか断りきれないと思うわ。だからマサトは悪くないよ。そうやって話していたのだが、義両親はさらに面倒な要求を別日にしてきた。妻が骨折をしてしまったんだ。だから治療費を出してくれ。さすがに自分の親が怪我をしたのに見捨てるなんてことはしないだろう。まずまずえをつく義母とそれを支えている義父。本当に怪我をしているのだろうか。私は診断書を見せてくださいと言った。するとそれは間違って捨ててしまったと言われた。完全に怪しい。これは嘘に違いない。本当に怪我をしているのか怪しいので仕送りを増やすことはできないです。私がそう言うと義両親はまたも顔を真っ赤にして怒った。あんたに言ってないんだよ。私たちはマサトに言ってるんだ。マサト、お前は私たちを見捨てるのか。今までご飯を作って育ててくれた母さんのことを邪険に扱うのか。いや、俺はそんなつもりはないけど。あくまでも夫を追い詰めてお金を出させようとする義両親。私がまた間に入って必死になって止めたので助かったが、本当に義両親は卑怯だと思う。もう私は限界に感じていた。だからそれから少し経って私は夫と話し合った上で、もう仕送りをやめたいことを伝えようと思った。そこまでしないと義両親はどれだけ厚かましいというか、夫のことを苦しめてきたかわからないだろう。夫はきっと辞めさせてくれないと諦めていたが、私が絶対に仕送りはもうしないし、それを認めさせると言ったら、私と一緒に義両親を説得すると覚悟を決めてくれた。そのため私たちは大事な話があると言って義実家へ行った。一体何の用かしら。私たちも忙しいんだ。手短に話してくれ。今まで招いてお茶を出すどころか、玄関先で話を聞こうとする義両親。まあ私たちも長居をするつもりはないのでちょうどいい。私は意を決して義両親にこう言った。もう仕送りをやめさせてほしいんです。え？私も夫もいっぱいいっぱいなんですよ。もう私たちを解放してください。私がそう言い、私と夫は頭を下げた。すると義両親はニヤニヤしていた。一体どういうことだろう。私たちが困惑していると義両親がこう言ってきた。何、私たちを悪者のように扱ってるんだ。そうよ、ひどいこと言うわ。儲け話ができたから貧乏人の小銭なんていらん。そう言ってきた義両親。え、儲け話ですか。ああ、だからお前たちみたいに小銭を入れるような奴らとは縁を切る。こちらからしたら願ってもない返事だった。いいんですか。喜んで辞めさせてもらいますね。もし何かあっても私たちを頼らないでくださいよ。私がそう言うと義両親は鼻で笑った。頼るわけないだろ。むしろ私たちが億万長者になっても一円たりとも渡さないからな。私と夫はそうやって笑っている義両親を無視して義実家を出て行った。あっさりと仕送りをやめることができて拍子抜けした。だがこれは義両親から逃げるチャンスだ。私はすぐに引っ越そうと夫に言った。儲け話と言っているが、きっと義両親は詐欺に遭っている気がする。だから今のうちに逃げてしまおうと思ったのだ。私と夫はすぐに部屋を探して引っ越しの手続きをした。本来なら将来使うために貯めていたのだが、さすがに急を要するので私たちはちょっとだけ貯まっていたお金を引っ越し作業に充てた。それから新居で夫と生活を始めたのだが、たった1ヶ月でも義実家からのお金の催促がないだけでびっくりするほどストレスが減った。夫も当たり前だと思って諦めていたけど、こんな日が来るとは思わなかったよと感動していた。そうして幸せな日々を送っていた私たち。すると1ヶ月ほど経った頃、夫の元に義両親から電話がかかってきた。もしもし。ああ、マサトが助けてくれ。え？あの男め、私たちがもらった儲け話は詐欺だったんだ。おかげで数百万も奪われてしまったんだ。やはり私の予想通り詐欺だったようだ。へえ、そうなんだ。
そうなんだって。お前どうしてそんな人事なんだ。だって人事じゃないか。うまい話に勝手に乗っかってしまったのは父さんたちの責任だろう。俺が何かする必要はないだろう。お前は親が困ってるのに助けないつもりが。もう俺たちの援助をいらないって言ったのは父さんたちだよ。俺は楓との生活を一番に考えないといけないってようやく気づいたんだ。だから父さんたちには仕送りはもうしない。俺たちのことはもういないと思ってくれて構わないよ。もう実家にも帰らないから、あとは自分たちで頑張って。まあ、マサト、待て。夫は気にせず電話を切り着信拒否にした。お疲れ様、マサト。楓、今まで苦労をかけて悪かった。これからは楓との生活のためにお金を残すから。うん、分かってる。これからさらに楽しい夫婦生活を過ごしていきましょう。ああ、改めてよろしくな。こうして私たちはさらに夫婦としての絆が強まった。ちなみに義両親は借金をせざるを得なくなりお金に困っているようだ。また足腰が悪いとか嘘を言っている暇はなく、義母も義父も掛け持ちなどをして働いて借金を返しているようだ。今まで夫を困らせた分、自分たちも苦労するべきだ。また仕送りをしなくて済むようになった私たちは旅行のための貯金をして、大型連休の時に結婚したばかりに行けなかった海外への新婚旅行に行った。これから共働きでどんどん稼ぎ、お金を貯めながらもこうやってたくさん夫婦としての思い出を作っていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。どういう意味よ。お前よりも母さんと暮らしたいって言ってるんだよ。そう、勝手にすればいいじゃない。私がそう言うと、夫はニヤッと笑いながら荷造りを始めていた。その後、夫は地獄を味わうことになるのだった。私の名前は葵、38歳の会社員だ。私には高志という現在お付き合いしている人がいる。彼との出会いは仕事関係だった。私が働いている会社によく営業に来ていたのが高志だった。彼はとても真面目な人という印象で仕事に真剣に取り組んでいる印象だった。私の会社の上司はなかなか厳しい人で、そう簡単に説得することは難しい。だがそれでも彼はめげずに営業を続け、そして契約にまでこじつけていた。その姿を見て、私は彼がとても誠実な人なのだなと思った。それから私が夫がいる会社との取引の担当者となり、彼とよく仕事をするようになった。そしてその時もちゃんとしていて、真面目で誠実という印象だった。いつからか私は彼に惹かれるようになったと思う。また、驚いたことに彼もまた私に惹かれていたらしい。それから私たちは仕事後に食事に行くようになった。そして少しずつ距離が縮まっていき、私たちは付き合うようになった。交際が始まってからも彼はとても優しかった。いつも真剣にデートプランを考えてくれるし、頑張って私のことをリードしてくれる。結婚するならこういう人がいいなと私は思い始めていた。そして順調に交際を続けていった私たち。すると最近、彼が私にプロポーズをしてくれたのだ。気がつけば葵のことばかりを考えてしまう自分がいる。もう俺の人生においてなくてはならない存在になっているということだと思う。だからこれからの人生を俺の隣にいてずっと一緒に歩んでほしい。俺と結婚してください。彼からのプロポーズはとても嬉しかった。答えはもちろんイエスだ。そして結婚することになった私たち。だが私にとって一つだけ気になることがあった。それは私の年齢についてだ。私は今まで仕事に集中していたため恋愛をあまりしてこなかった。そのため気がつけば38歳になっていた。もちろん最近は晩婚と言われるケースが多いように、年齢が高くても結婚をする人は増えている。だが彼は私の3歳下で35歳だし、例えば子供が欲しいのならもっと若い相手と結婚をした方がいいのではないだろうかと考えてしまう。私はその点が気になりすぎて彼に尋ねてみたことがある。すると彼はふっと笑ってこう言った。年齢なんてものは俺は気にしないよ。俺は葵と結婚したいと思ったからプロポーズをしたんだ。
だからそういう負い目みたいなものは感じなくていいよ。彼にそう言ってもらえて私はほっとした。そしてそれからは年齢のことは気にしないことにした。彼を信じよう。そう思い、私は彼と一緒に結婚の準備を進めていった。お互いの親への挨拶も無事に済み、両家の顔合わせも経て私たちは結婚式を挙げた。たくさんの人が参列してくれて、私はとても思い出深い幸せな結婚式を挙げることができた。新婚旅行にも行き、この年になってもこういう経験ができて嬉しかった。たとえいくつになっても結婚というのは女性にとって大きな幸せの一つなんだと思う。結婚後はお互いに働きながら新婚生活を過ごした。私は一人暮らしの期間がとても長かったので自炊は得意だ。だから基本的に私が料理を担当していた。食材が安い日にまとめて購入し、お肉なんかは小分けして冷凍をしている。野菜も余裕があれば八百屋に行って調達し、食材を無駄にしないように確実に使い切ることを目標にしている。夫は私が作る料理をとても美味しいと言ってくれて、私は彼が満足そうにしている顔を見るのが好きだ。仕事が忙しい時に料理をするのはなかなか大変だが、夫が喜ぶ姿を考えると無理をしてでも頑張って作ってしまう。自分でも気がつかなかったが、私は好きな人にはとことん尽くしたいタイプなのだと思う。だから夫からのメニューのリクエストがあれば、どんなに遅くてもスーパーに行って食材を調達して一生懸命に料理をする。葵、いつもありがとうな。葵が家のことを頑張ってくれるおかげで、すごく快適で幸せな日々を過ごせているよ。たかし。夫にそう言ってもらえてすごく嬉しかった。結婚をしたら感謝の気持ちがなくなる男性は多いと聞いていたが、夫はそういうことはない。私のことをとても大事にしてくれるし、いつも感謝の気持ちをちゃんと口にしてくれる。私は夫と結婚できて本当に良かったと心から思っていた。そしてそのように幸せな日々を過ごしていたので、あっという間に月日が流れていた。私たちが結婚してから気づけば2年が経っていた。私の中では2年が経っても夫との関係は良好だと思っている。そしてそんな中、私の誕生日がやってきた。葵、誕生日おめでとう。ありがとう、たかし。こんな高そうなお寿司屋さんに連れてきてくれて嬉しいわ。何言ってるんだよ。40歳という節目の年齢なんだから、大きなイベントじゃないか。そういう時は寿司だろ。ほら、ビールで乾杯しよう。うん。夫は私が40歳になったお祝いとして、高級寿司屋に連れて行ってくれた。美味しいビールに美味しいお寿司で心もお腹も満たされて、とても幸せな40歳の誕生日を過ごすことができた。だが私の誕生日が過ぎたあたりから、夫の態度が少しずつ変わっていった。なんとなく冷たい感じがするのだ。たかし、お帰り。今日は仕事忙しかった？うん、まあまあかな。そっか、ご飯できてるよ。今日はたかしの好きな唐揚げだよ。ああ、ありがとう。いつもなら夫は好物が出るとやったーとか言って嬉しそうにする。それなのに今回は思っていた反応が来なかった。仕事で疲れてるのかな。もしかしたら何か嫌なことがあったのかもしれない。何かあったの？私はそうやって話しかけた。だが夫はそれに対してもそっけなかった。いや別に。早く飯。うん。私は夫の態度の変化にすごく戸惑った。そして夫はほとんど会話をしてくれなかった。私が話しかけても、あーとか、うんっていう返事だけで話を広げてもくれない。そんな態度を取られてしまっては、私もそれ以上は話せなくなってしまう。どうしたらいいかわからず、私はただ黙っていることしかできなかった。その後も夫は私と全然コミュニケーションを取ってくれなかった。おはようとお休みくらいは返してくれるものの、それ以外の会話はほとんどない。一体どういうことなのだろうか。私はどうして夫が冷たいのかわからずに困ってしまった。そしてそんな状態が何ヶ月も続いたので、私はある日意を決して夫に聞いてみた。ねえ、どうして私と話してくれないの？受け答えくらいしてよ。別に。別にって何？別には別にだよ。
意味がわかんないんだけど。夫は私が会話をしようとしても全然話してくれなかった。そしてそれからも夫とは無言で静かな状態でただ一緒に暮らしているという状況になっていた。しかも夫はそれからどんどん帰りが遅くなっていった。深夜2時になって帰ってきた夫に私は晩ご飯作って待っていたんだけどと責めても夫は無視をする。私が怒っても無視をしてくるし、何を話しかけても無視をされる。一体どういうことなのかわからなくなり、私は本当に辛かった。そしてどんどん夫への愛情も冷めていった。だがこんな形で離婚となっていいのだろうか。私はこのことについて義母に相談をしてみることにした。実は私は義母からすごくよくしてもらっていた。きっかけは去年に義父が亡くなったことだ。その時に私は葬儀の手配や準備などを率先して手伝った。悲しいことだが、数年前に私は母を亡くし、その際にも葬儀の準備などをしていたので、いろいろと手続きなどについて慣れていたのだ。きっと義母は義父を亡くして悲しんでいるだろうし、夫だって動揺しているだろうからと、私は自ら義母に葬儀の準備を申し出た。義母は心の内では義父の死でかなり動揺していたようで、あの時は本当にありがとうと感謝された。それからというもの、義母は私にすごくよくしてくれて、いろいろと気にかけてくれていたのだ。実は夫がいない時に義母と二人で喫茶店でお茶をしたりということもあった。義母は、葵さんには本当に助けてもらったから、あなたも私のことを本当の母親のように思っていいからね、と言ってくれていた。だから私は夫とのことを相談してみることにしたのだ。もしかしたら自分の息子のことだから義母はちゃんと話を聞いてくれないかもしれない。だけどそれでも私は最後に義母に話を聞いてもらおうと思ったのだ。私がいきなり電話をして会える時間を作ってほしいと言ったので義母は驚いていた。だが大事な話だと思ったのだろう。すぐに時間を作ってくれた。そしていつもの喫茶店で私たちは会った。葵さん、久しぶりね。今日は一体どうしたの？実は。私はここ数ヶ月ほど、夫から無視をされていることや、夫が異様に帰るのが遅いことなどを話した。義母は険しい顔をしながら黙って話を聞いてくれた。私、どうしたらいいのかわからなくて。そんなことがあったのね。義母は少し考えたような顔をした後、こんなことを提案してきた。ちょっと。私が探りを入れてみるわ。え？だって息子の行動は普通じゃないもの。自分の息子を疑うというのも変だけど、何か隠していることがありそうだわ。大丈夫。私は葵さんのことを信用しているし、息子をあなたが怒らせたとかそういうことではないと分かっているわ。ちゃんと真実を知るためにも私に任せて。ありがとうございます。やはり義母に相談をしてよかった。それから義母はすぐに夫に連絡を取ったようで、夫は義実家に顔を出すようになったらしい。義母は嘘で自分の足腰があまり良くなくて男手が欲しいということを夫に相談したそうだ。それで夫は義母の様子を見に行くことも兼ねて来てくれたらしい。そこで義母はいろいろと夫と話をしたそうだ。軽い雑談の中に夫婦仲はどうなのかと聞いて、ちょっとずつ夫の本音みたいなものを探るようにしたらしい。だがその際に夫は夫婦仲はうまくいっていると話したらしい。全然うまくいっていないのに義母にまで嘘をつくというのはどういうことだろうか。義母もその点が怪しいと感じたようで、きっと親である私にも嘘をつかないといけない状況みたいねと言い、夫をさらに詳しく調べると言ってくれた。義母は夫に理解を示すように、まずねぎらいの言葉をたくさん投げかけて、夫をいい気分にさせる作戦を取ったようだ。なかなか夫婦生活を良好に続けていくのも大変でしょう、とか、全然実家に来てゆっくりしていっていいからね、など優しい言葉をかけて、夫が実家での居心地が良くなるように仕向けたそうだ。すると夫は少しずつ家での悪口を言うようになったらしい。いや、ぶっちゃけさ、年齢の差みたいなの感じるんだよね。もう女として見れないっていうかさ、
40歳ってなかなかのおばさんじゃん。俺はまだ30代だから若者の感覚があるけど、あいつはちょっとね、感覚が古いんだよ。夫は義母が否定もせず怒ったりもせずにうんうんとうなずいて話を聞くから、どんどん私の悪口を言うようになったらしい。私はその話を聞いて絶句した。夫はそんなことを思っていたのか。年齢なんて関係ないって結婚した時に言ったくせに、いざ結婚したら真逆のことを言ってるじゃないか。私は夫に対しての気持ちが一気に離れていった。さらに義母から夫についての驚くべき話を聞かされた。今さ、実は若い子といい感じになってるんだよね。もしかしたらその子とくっつくことになるかも。そしたら絶対子供を産めるだろうし、母さんに孫の顔を見せてあげられるようになると思うわ。期待してて。夫はなんと不倫をしているようなことを言っていたそうなのだ。私はその言葉を受けてすぐに更新所に調査を依頼した。すると夫は本当に不倫をしていた。しかも自分よりも一回りほど下の年齢の子とそういう関係になっていたのだ。じゃあなんで私のような年上と結婚をしたのだろうかと本当に腹が立った。義母は息子の真実を知りショックを受けていて、私に深く謝罪をしてくれた。たかしが本当にひどいことをしてごめんなさい。私も親として恥ずかしいわ。お母さんは悪くないんですから気にしないでください。いいえ、ちゃんとあの子には自分が何をしたのか分からせないといけないわ。葵さん、二人であの子を懲らしめましょう。はい。義母はかなりやる気になっていた。それに乗せられて私もやる気に満ち溢れてきた。そして義母と一緒にいろいろと計画を立てた。義母は夫の完全に味方の状態にして、表向きでは私を敵としているような発言を夫にして同調をした。そのため夫はどんどん気分が良くなり、義実家によくいるようになった。私と一緒に住んでいる家には帰ってこない日が増えた。だがそれは私にとっては好都合で、義母との作戦だった。そんな中、夫がいきなり私に話しかけてきた。もうお前と一緒に暮らすの無理だわ。え？どういう意味よ。私はあえて何も知らないふりをしてそう言った。お前よりも母さんと暮らしたいって言ってるんだよ。夫は肩をすくめてそう返してきた。どうやら私の演技には気づいていないようだ。そう、勝手にすればいいじゃない。私がそう言うと、夫はニヤッと笑いながら荷造りを始めていた。じゃあ俺はここを出ていくからな。ええ、どうぞ。そう言って家を後にする夫。その後、夫は地獄を味わうことになるのだった。私は夫が去った後にすぐに部屋を解約した。この部屋は私が契約していた賃貸マンションなので、手続きはすぐできた。そしてすでに新しい部屋を私は借りていたので、新居に荷物を移して引っ越しを完了させた。ちなみに荷物については更新所で調べて分かっていた夫の不倫相手の住所に送ることに。夫は何も知らずに義実家に寝泊まりし、その間に不倫相手と会ったりして楽しい時間を過ごしているのだろう。そして夫が出て行ってから3日後、どうやら夫の荷物が不倫相手の家に届いたらしい。夫から鬼電が私の元にかかっていた。もしもし。お、はい、一体どういうことだよ。なんで俺の荷物が。夫はその先を言えないでいた。それはつまり自ら不倫を認めることになるからだ。だから私が代わりに言ってあげた。どうして不倫相手の住所に届いたのかって。更新所を使って調べたのよ。それであなたの不倫の証拠も掴んでいるし、不倫相手の住所も知ったの。ああ、あと不倫相手に同棲中の婚約者がいたこともね。婚約者。あら、あなた知らなかったの。あの子には本命がいて、その男性と結婚するつもりだったそうよ。だけど一緒に送った内容証明を彼氏さんが見て大激怒してるみたい。そんな、彼女からは荷物が急に送られて困ってるとしか。ああ、それはきっと内容証明は彼氏さんが見て隠したんじゃないかしら。実は内容証明を見た不倫相手の婚約者から私は連絡をもらっていた。
そして実際に会って夫に対して一緒に慰謝料を請求しようという話をしていたのだ。また不倫相手と夫に油断させるために内容証明は隠しておくという話になっていた。ここで夫に話して驚かせてやろうと思ったからだ。その作戦は見事に成功したようで、夫はかなり動揺していた。そんな嘘だろ。あの子は俺のことを愛してくれているとばかり。残念だったわね。不倫相手にとってはあなたはただの金づるだったってことでしょう。だけど不倫した事実は事実なんだから、婚約者さんからも慰謝料は請求されるわよ。そんな。自分が犯した過ちを受け入れてしっかりと反省しなさい。私はそう言って電話を切った。そして弁護士を通して夫と離婚をし、不倫相手と夫に慰謝料を請求した。二人は不倫相手の婚約者からも慰謝料を請求されて多額の借金を背負うことになった。また夫は実家を頼ろうとしたが、ここで義母は私の味方だったことをばらし、元夫と縁を切る宣言をした。あんたがここまでだらしのない最低な人間だったとは思わなかったよ。二度とこの家の敷居をまたぐな。そう言って元夫を追い返したそうだ。実の母親から縁を切られ、また不倫相手に婚約者がいたという裏切り方をされ、多額の借金だけが残った元夫だが、私は元夫の職場にも内容証明を送っていたので、このことは彼の職場の人たちにも知れ渡った。信用が大事な営業マンにとって致命的な失敗をしてしまった元夫は、その後仕事を回してもらえなくなり、窓際の部署に追いやられて給料もどんどん下がっていったそうだ。だが多額の借金の返済があるので仕事を辞めることもできず、今は寂しくて貧しい思いをしながら、職場とボロアパートの自宅の行き来を繰り返すだけの日々を送っているらしい。本当にいい君だし、自業自得だ。一方、私は会社近くのマンションを借りて住み始めたので、遅くまで仕事に打ち込むことができ、どんどん結果を残せている。また、元義母とは今もお友達で、たまにお茶をしに行く仲だ。元夫との結婚は失敗だったが、元義母と出会えたことは良かったと思うので、それだけは感謝しよう。そして私はこれからも仕事に打ち込みながら、プライベートも少しずつ充実させていきたいなと思う。急に態度が冷たくなったと思ったら、若い子に目がくらんで不倫をしていたんですね。そんな最低な男とは別れて正解です。義母が主さんの味方をしてくれてよかったですね。一度結婚には失敗してしまいましたが、今度こそはきっと主さんの元に素敵な男性が現れると思います。これからの主さんの人生が幸せになることを願っていますね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。絶対に無理ですからね。うちに頼られたら困るので絶縁してください。そう言いながらニヤニヤしているカナさん。だが私にとってもそれは好都合だった。ええ、喜んで。その後、何も知らない彼女は地獄を見ることになるのだった。私は62歳の主婦だ。もうすぐ定年退職を迎える夫と二人で仲良く暮らしている。私たちには一人息子の翔太がおり、翔太は現在28歳で立派に社会人をしている。勉強を頑張っていた息子は有名大学に進学し、そのまま大手企業に就職。順調に結果を残していき、今度の人事異動で課長になることが決まっているらしい。すごいわね、翔太。あなたの年齢で課長になった人は今までいないんじゃない？まあ、ちらほらいたそうだけど、ここ20年くらいはいなかったそうだよ。だから社長から直々に期待してるって言われちゃって恐縮だったよ。それはすごいな。大手企業の社長なんて、実際働いている社員も直接会う機会はあまりないだろうし。それもすごいオーラだったよ。厳かな雰囲気っていうかさ。でも笑顔で話しかけてくれて、そのギャップに心惹かれたから、やっぱり社長になる人ってそういう人を引きつける力ってのが備わってるんだな。息子は嬉しそうに会社でのことを話してくれた。たまにこうやって帰省してきては息子は自分の近況報告をしてくれるので、私も夫も安心している。
息子が社会人として立派に頑張っていることが分かってとても嬉しいのだ。そしてある日、息子はいつものように帰省してきたのだが、その時に驚きの報告をしてきた。実はさ、俺結婚することになったんだ。え？結婚？私と夫は思わず食事中の手が止まった。夫はむせて食べていたものが詰まりそうになっていた。慌ててお茶を飲ませようとグラスを夫に差し出す。夫はごくごくとお茶を飲んで食べ物を流し込むと目を見開きながら息子を見た。は、本当に結婚するのか。嘘ついてどうするのさ。私も夫も驚きを隠せなかった。いつの間にそんな人がいたの？いや、実は半年ほど前から付き合っててね。彼女は結婚前提に付き合いたいって言っていたから、プロポーズは早めにしなきゃって思ってて、それで課長になったタイミングですることにしたんだよ。そうだったのね。それで今度婚約者を連れてこようと思うんだけど、会ってくれる？もちろんよ。翔太が選んだ人と会えるのを楽しみだわ。まさか翔太がもう結婚するとはな。もちろん28歳で結婚している人はそこそこいるとは思うが、それでも最近の世間の傾向を考えると早い方だと思う。別に結婚する年齢にこだわりはないが、早い方が子供ができた時とかに子育てが楽ではないかなとは感じる。親自身が若い方が体力もあるし、子供がある程度大人になっても自分が若いので体のことで負担をかけることもない。何はともあれ、息子が結婚することになって私も夫もとても嬉しかった。そしてあっという間に息子が婚約者の女性を連れてくる日がやってきた。はじめまして、かなと申します。どうもはじめまして、翔太の母と父です。息子が連れてきたかなさんという女性はものすごく綺麗な方だった。きっと男性ならばすれ違ったら絶対に振り返るだろう。それくらい美人だった。モデルとかにいてもおかしくないくらいだ。まさかこのような綺麗な人がやってくるとは思わなかったので、私も夫もびっくりした。とりあえずすぐに居間にご案内して、私たちはソファーに座った。これつまらないものですが。そう言ってかなさんはお菓子を渡してくれた。それはデパートに売っている高級品で、テレビとかでよく紹介されているものだった。まあ、これってすごく高いんじゃないかしら。私がそう言うと、かなさんはせっかくの機会ですから食べてもらおうと思ってと言った。優しい人だとその時は思いながら、私はコーヒーを入れてみんなに出した。そしてお茶菓子をいただきながら、私と夫は二人にいろいろと質問をした。かなさんと息子の出会いは合コンだったそうだ。彼女は大手企業の受付をしているらしく、年齢は意外にも息子より3歳上だった。現在31歳なので、結婚を前提にお付き合いすることを条件としていたらしい。息子は真面目なタイプなので、もともと結婚を前提に付き合うつもりだったそうで、考え方などが彼女と合致して恋愛に発展したそうだ。翔太さんは大学も有名大学出身で、働いている会社も大企業なので、とても信頼に値すると思いました。やっぱり勉強を頑張ってきた人って努力ができる人だと私は思うんです。彼女の言葉にうんうんとうなずく私たち。確かに息子は勉強をとても頑張ってくれた。親にとってもすごくいい子だと思うし、努力ができる子だと思う。だから彼女がそんな風に息子を褒めてくれてとても嬉しかった。結婚の挨拶は終始和やかに進み、息子とかなさんは笑顔で帰っていった。とてもいい女性が息子の結婚相手になってくれて、私も夫もほっとした。それから両家の顔合わせが行われたのだが、かなさんのご両親もすごくいい人だった。これからお互いによろしくお願いします。そうやって挨拶を交わし、楽しい雰囲気で顔合わせも無事に終了した。そして息子の結婚式が開かれたのだが、すごく豪華でびっくりした。たくさんの参列者が参加していたし、食事などもものすごく豪華で芸能人の結婚式みたいだった。こんなに豪華な結婚式を開いたのはすごいとは思うが、お金は大丈夫だったのだろうか。私はその点が少し気になっていた。だが一生に一度のお祝いだし、思い出に残るものにしたいのなら思いっきり豪華にするのもいいかもしれない。何しろお祝いの席だし、お金のことを聞いたりするのは野暮だなと思った。
それに素晴らしい結婚式だったのでとても感動した。息子の晴れ舞台を見ることができてとても幸せだ。夫も同じ気持ちだったようで、一緒に帰りながらずっと息子の結婚式のことを話していた。こうやってどんどん一人息子が成長していって、自分の人生を歩んでいくのだなと感慨深くなった。その後、息子とかなさんは新婚旅行に行き、それから新婚生活を始めた。私と夫は二人が結婚してから一度は顔を見せに来てほしいなと思っていたが、あまりこちらから催促してもプレッシャーになるだけなので、特に何も言わないようにしていた。息子は過剰になってとても仕事が忙しいし、落ち着いてから来るだろう。だが、お盆になっても息子夫婦は私たちに会いには来てくれなかった。それほどまでに忙しいのかと私は少し心配になった。かなさんは結婚を機に専業主婦をしているらしいので、息子の稼ぎ一本で暮らしている状態だ。まだ新婚だし若いとはいえ、一家の大黒柱として妻を雇うのは精神的にプレッシャーのかかることだろう。若さだけではどうしようもない部分もあるのかもしれない。そんなことを思っていると、息子の方から電話がかかってきた。もしもし、母さん。ああ、翔太、久しぶりだね。どうしたんだい？いや、お盆に帰れなくて申し訳なかったなって思って。っていうか、結婚してからまだ一回も顔を見せに行けてないし。そんな、気にしなくていいんだよ。忙しいんでしょ？むしろ体調には気をつけなさいよ。ありがとう、母さん。課長になってから一気に仕事が増えてさ、結構大変なんだ。そうなのね。かなさんとはうまくいってるの？残業ばかりで寂しい思いをさせちゃってるんじゃないの？あ、まあ残業の時もあるけど、ちゃんと夫婦の時間は取っているし、土日は一緒に出かけたりしているよ。そうかい、それならよかった。私たちのことは気にしなくていいから、いい夫婦仲を保ち続けることを第一優先にしなさい。分かった、ありがとう、母さん。息子はやはり仕事がかなり忙しかったようだ。もちろん心配ではあるが、それでも息子が大丈夫と言った以上は信じるしかない。今が一番頑張り時でもあるから、私はそっと見守ろうと思う。なかなか会えないのは寂しいが、新婚生活の邪魔をしてまでは会いたいとは思わないし、正月にでも会えたらいいなという感じだ。それからなんだかんだで日々は過ぎていき、正月の時期が近づいてきた。今回もお盆と同じように私たちからは連絡を取らないようにした。すると息子からある日連絡が来た。今度の正月、母さんたちに会いに実家に行くから。本当に嬉しいわ。それじゃあ馬煮を作って待ってるわね。ありがとう。母さんの馬煮すごく美味しいから楽しみだよ。私も久しぶりに翔太とかなさんに会えるのが楽しみだわ。私はものすごく嬉しかった。ほぼほぼ一年ぶりに息子と会える。今度の正月が楽しみで仕方がない。私はそれまでの間ずっとワクワクしていた。そしてたくさんおせち料理を作って息子夫婦を待った。するとインターホンが鳴り、息子夫婦がやってきた。どうぞいらっしゃい。明けましておめでとう。明けましておめでとう、お母さん。今年もよろしくね。お母さん、お久しぶりです。そうね、かなさんにまた会えて嬉しいわ。私と夫は二人を居間に連れて行き、そして食卓を囲んだ。おお、なんだか懐かしいな。我が家の正月料理って感じがするよ。息子は私が用意したおせち料理を見てそう言った。そして私たちは乾杯をして宴会を始めた。息子から仕事のことについての話を聞いたり、夫婦での生活のことをかなさんから聞いたりして、とても楽しい時間を過ごした。そしてみんなたくさん食べて、たくさん飲んで、体も心も満足の状態に。夫と息子は親子揃ってソファーに横たわっていた。その姿はとても似ていて、親子だなとしみじみと思った。そして私は後片付けをしていたのだが、その時にかなさんが洗い物の手伝いをしてくれた。あら、ありがとうね。そして今日は来てくれてありがとう。私は純粋に感謝の気持ちを述べた。だが彼女は私に対して驚きの発言をしだした。本当は私は来たくなかったんですけどね。え？だってこの家ボロいじゃないですか。いかにも庶民って感じの家ですし、
私には合わないってずっと思ってたんですよ。それにお母さんが作ったおせち料理、いかにも貧乏人の料理って感じで、まさか翔太がこんな貧乏臭いものを食べて育ってたなんて思わなかったです。そうやってニヤニヤ笑うかなさん、私は最初何を言われているのか理解ができなかった。それくらい彼女の口から悪口が飛んできたことにびっくりしたのだ。さっきまで楽しく食事をしていたと思っていたのに、彼女の心の中ではずっと私や夫のことをバカにしていたのだ。かなさんひどいわ。いくらお酒で酔っ払っているからってそんなこと言わないでよ。はい、私別に酔ってないですけど。え？あれくらいじゃ酔わないですし、こんな汚い家で飲むお酒なんて美味しくないですから。さっきからこの家が汚いとか言うけど、ちゃんと綺麗に掃除はしてるわよ。そういう問題じゃないんですよ。ボロすぎるって言ってるんです。恥ずかしくて周りの人に紹介できないですよ。あ、あとこれも言っておきますね。私、観光総裁以外でお母さんたちと関わりたくありませんから。翔太はこんな実家が好きみたいでよく帰りたがっているんですが、私にとっては地獄でしかないので、お母さんの方から翔太にうまく伝えておいてくれます？嫁の実家に顔を出してあげた方が夫婦円満になるとか、そういう感じなことを言っておいてください。そう言って片付けを終えると、かなさんは帰る準備を始めた。そして息子を起こして帰ろうと言い出したのだ。ここまで飲んで夜も遅くなりそうだったから泊まると思っていたのだが、まあ先ほどの態度を考えるとそれはありえないだろう。息子は寝ぼけていて何が起きているかわからない様子だったが、かなさんに言われるがままに帰る準備をし、そしてタクシーに乗って二人は帰っていった。私は二人がいなくなった後、クラッとして倒れそうになった。おい大丈夫か？あなた起きてたの？酔って食べ過ぎて寝ているのかと思ってたわ。最初はな。だけど意識はあったし、かなさんの発言も聞いていたよ。え？どうやら夫はかなさんが私に言ってきたひどい言葉を実は聞いていたらしい。まさかあんな裏の顔があったなんてな。翔太は果たして幸せなのだろうか？真面目な子だからね。もしかしたらかなさんから理不尽なことを言われてても気づかずに受け入れてるかもしれないわ。いろいろと心配だな。私と夫は一気に不安になった。かなさんの本性を知ってしまった以上、息子が本当に幸せでいられているのか気になってしまった。そしてそんな中、息子からこんな報告を受けた。かなが妊娠したんだ。え？妊娠？ああ、俺も父親になるんだ。もっともっと仕事を頑張らないといけないな。息子は一人で実家にやってきて妊娠の報告をしてきた。私と夫は顔を見合わせて一気に不安になった。何も知らなかったら泣いて喜んだだろう。だが、かなさんの裏の顔を知っている以上、私たちは手放しでは喜べなかった。そして私と夫は彼女のことを詳しく調べることに。興信所を使って何か怪しいことをしていないか調査してもらうことにしたのだ。それから3週間ほど経ったのだが、驚きの事実が判明した。どうやらかなさんは息子以外の男性と関係を持っているらしい。興信所からはたくさんの不倫の証拠が集まった。私と夫は怒りでいっぱいになった。妊娠したというそのお腹の子は息子の子供ではない可能性だってある。息子の子ではないのに息子に養わせようとしているのなら最低だ。私と夫は息子にこの調査結果をすぐに報告しようと思ったのだが、そのタイミングで夫が急病で倒れてしまった。すぐに病院に運ばれ、夫は救急治療を受けた。なんとか一命を取り留めたが、しばらく入院することになった。こんな時にすまないな。あなたはそんなこと気にしなくていいのよ。まずは病気を治すことを最優先させましょう。ああ、そうだな。夫が入院したと聞いて、息子はすぐに病院へ駆けつけてくれた。だが、もちろんかなさんの姿はない。父さん大丈夫？翔太、来てくれたのか。ありがとう。急に倒れたって聞いたから心配したよ。すまんな。でも大したことはないから安心してくれ。それならよかったけど。夫は息子に余計な心配をかけないようにそう言っていた。だが夫の容態はあまり良くはなかった。
そのことは医師から聞いていたので私も知っている。そしてそれから1ヶ月後、夫は容体が悪化して危篤状態に。私は病室で夫の手を握りながら奇跡が起きて病気が治らないか願った。息子も慌てて駆けつけてくれて2人で夫を見守った。夫は多少話せたので3人での思い出などを語っていた。それをまた聞きながら私と息子は夫にこう言った。また思い出を作ろうよ。だから良くなって。すると夫はニコッと笑いながら後悔した。今までありがとうな。幸せだったよ。その言葉を最後に夫は息を引き取った。私と息子は悲しみに暮れた。これから老後を一緒に楽しく過ごしたかったのに。夫の死をすぐには受け入れられなかった。息子もとてもショックを受けていた。だが自分がしっかりしなければと思ったのだろう。私を慰めながら葬儀の手配や準備を息子は率先して進めてくれた。父さんのことをしっかりと見送ろう。そうね、悲しむのは全てが終わってからよね。私は息子の言葉でちゃんとしなければと自分を奮い立たせた。息子はまだかなさんが不倫をしていることを知らないので、全てを終えるという私の言葉の意味を全部は知らない。だが私にとってはかなさんとのこともしっかりと決着をつけなければいけないと思っている。それから私と息子は夫の葬儀を行った。人望が厚かった夫の葬儀にはたくさんの人が参列してくれた。そして葬儀にはかなさんとご両親も参列していた。かなさんは早くから里帰りと言って実家に帰省していたらしい。そのため夫の見舞いにも一度も来なかったのだ。久しぶりに会ったかなさんのお腹は少し大きくなっていた。ご両親はちゃんと丁寧に私と息子に挨拶をしてくれた。だがかなさんは両親の後ろでただ会釈をするだけだった。まあとりあえずはいい。葬儀が始まる前に衝突する方が嫌だ。それから夫の葬儀は無事に終了し、私たちはしっかりと夫を見送ることができた。しかし葬儀が終わって片付けをしている時に事件は起きた。義両親が車に乗り込んだ後、なぜかかなさんは一人だけ私の元にやってきた。息子はちょうど違うところで片付けをしていた。一体何の用だろうと思っていると、彼女はこんなことを言ってきたのだ。お母さんってこれから年金暮らしですよね。そうだけど。もしお金がなくなっても私と翔太のことを頼ろうだなんて思わないでくださいね。え？絶対に無理ですからね。うちに頼られたら困るので絶縁してください。そう言いながらニヤニヤしているかなさん。ここが葬儀の場だということを分かっているのだろうか。どこまでも非常識な彼女に呆れてしまった。だが私にとってもそれは好都合だった。ええ、喜んで。私があなたを頼ることなんて一生ないと思うわ。むしろあなたも頼ってこないでね。私がそう言うと、かなさんはいぶかしげな顔をして、そんなこと絶対にありえないからと言い去っていった。その後、何も知らない彼女は地獄を見ることになるのだった。私は葬儀がすべて終わった後、息子にかなさんの不倫について証拠を見せた上で話した。息子は絶句していた。まさかかなが。実はお正月に来た時に私はこんなことも言われたの。それにさっきもひどいことを言われて。私はかなさんから罵倒されたことについても息子に話した。息子はショックを隠しきれない様子だった。そしてすぐに離婚をすることを決めたそうだ。だが私はこんな提案をした。このまますぐ離婚するよりも、ちょうど彼女は里帰りしているし、出産をしてから DNA 鑑定をした上で離婚した方がいいんじゃないかしら。確かに子供が俺の子である可能性も低いしな。そして私と息子はかなさんに制裁を加える計画を進めていった。それから少し経ってかなさんは無事に出産を終えた。息子と私は彼女が出産後に退院する日に一緒に病院へ行った。息子だけじゃなく私がいるのを見てかなさんはとても嫌そうな顔をした。お母さんも来たんですか。まあ仕方ないですけど。息子に自分の悪行を知られているとは思っていないので、息子と私が一緒にいるときはあまりひどい言葉は言ってこない。
そんなことは気にせず、私と息子は不倫の証拠写真を彼女の前に並べた。何よこれ。彼女は写真を見て驚いていた。一緒にいた義両親も目を見開いてびっくりしている。俺に隠れて不倫をしていたんだな、最低な女だ。待って、これは違うの。必死になってごまかしているが、もう言い逃れはできない。残念だけど、何を言ってももう無駄だから。離婚は絶対だし、慰謝料も支払ってもらう。そしてその子供が本当に俺の子か DNA 鑑定もさせてもらうからな。そんな。カナさんは一気に顔を青くしていた。まさかバレているとはみじんも思っていなかったのだろう。だが十分に証拠があるので、何を言っても言い訳にしかならなかった。彼女は義両親からも怒られ、そしてすぐに DNA 鑑定をすることに。その間に弁護士を交えて、息子とカナさんは離婚の手続きをし、慰謝料の支払いについても話し合った。結果的に息子はカナさんと不倫相手から300万ずつ支払ってもらうことになった。またその後 DNA 鑑定の結果も出たのだが、子供は息子とは血はつながっていなかった。そのため扶養の義務も発生しないので、養育費は払わずに済むことになった。カナさんはもちろん息子と一緒に住んでいた家を追い出され、義両親からも縁を切られたそうだ。そして不倫相手と一緒になろうとしたそうだが、なんと不倫相手は既婚者だったらしい。そのため再婚はできないと断られたんだとか。カナさんは誰も頼れる人がいなくなり、借金だけを背負うことになった。さすがにそんな状態でまともに子供は育てられないだろうと、義両親が子供を引き取って育てることにしたそうだ。だがカナさんに対して縁を切って、二度と子供にも会わせないようにしているらしい。風の噂では現在はカナさんは夜の街で働いて、なんとか借金を返済しているらしい。まあそのような状況に陥ったのは自分の責任なので、同情の余地はない。一方、息子は私のことを気遣って実家に戻ってきてくれた。現在は私が家事をして、息子が仕事に集中できるように生活を支えている。いろいろあって大変だったが、気持ちを切り替えて、また息子が新しい人と出会って結婚するまでは、親子仲良く一緒に暮らしていこうと思う。ただでさえ性格が最悪なのにもかかわらず、不倫までして託卵まで計画してたとはどうしようもないですね。息子さんが父親として認知する前にいろいろと解決してよかったです。これからしばらくは親子の時間を楽しんで幸せな日々を過ごしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。俺たちの新居をあげることにしたよ。はあ？何言ってるの？なんと、義妹の結婚祝いに私たちが住む予定の新居をあげると言い出したのだ。そんなこと許すわけないでしょ。うるさい！嫌なら離婚だ。もう限界だ。こんな人とこれ以上一緒にいることはできない。分かったわ。離婚しましょう。私はすぐに引っ越し業者に連絡をして引っ越すことにした。助けてくれ。これから俺は一体どうすればいいんだ。そんなの知らないわよ。泣きわめく夫に私は冷たくこう言い放ってやった。たかが手取り5万で調子に乗るからそんなことになるのよ。私の名前は葵、32歳の会社員だ。夫の翔太とは結婚して2年が経つ。私たちの出会いは合コンだった。彼の第一印象は誠実そうで爽やかというもので、私の中で一番気になる存在だった。彼もまた私のことが気になっていたそうで、私たちは連絡先を交換して、それから2人で会うようになった。仕事後に飲みや食事に行ったり、休みの日には水族館や遊園地に行ったりと、少しずつ距離を縮めていった。そして彼から告白をされて付き合うことに。交際は順調に進んでいった。彼は知れば知るほど優しい人だということが分かり、私はどんどん彼に惹かれていった。私にとってポイントが高かったのは、彼がとても家族思いだということだ。彼には3歳下の妹がいるようなのだが、彼はとても妹のことを大事にしているらしい。誕生日プレゼントも必ず買ってあげるらしいし、家族みんなで出かけることも多いそうだ。
家族思いということは、もし結婚して家庭を持っても大事にしてくれるということだろう。そう考えた時に、私は彼と結婚できたらいいな、なんて思い始めていた。それに年齢ももうすぐ30歳になる頃だったから、結婚を本気で考えていたタイミングだった。そしてそんな私の考えを読んでいたのか知らないが、彼が私にプロポーズをしてくれたのだ。これから先の未来、ずっと一緒に俺と人生を歩んでほしい。俺と結婚してください。彼からのプロポーズはすごく嬉しかった。もちろん答えはイエスで、こうして私たちは結婚することになった。私たちはすぐにお互いの親へ挨拶をしに行くことに。彼は会社員として真面目に働いていたので、私の親は彼との結婚を認めてくれた。また、彼の両親も同じく私と彼の結婚を承諾してくれた。だが、彼の親へ挨拶をした後、彼からこんなことを言われた。今度、妹とも会ってほしいんだよね。もちろんいいよ。妹さんと会ってみたかったし。ちなみに、妹が葵のことを気に入らなかったら、結婚はちょっと難しくなるかも。え？私はこの時の彼の言葉の意味がわからなかった。そんなに気難しい妹なのか、それとも彼は妹に何か弱みでも握られてるの？どうしてそんなことを言ったのかわからなかったし、私は一気に彼の妹に会うのが不安になった。すごく怖い人だったらどうしよう。だが緊張しながら会ってみると、彼の妹はとてもいい人だった。はじめまして、ひとみと申します。兄がいつもお世話になっております。はじめまして、葵と申します。ようやく会えて嬉しいです。とても綺麗な方ですね。え？ありがとうございます。彼の妹は天真爛漫という言葉がふさわしい感じで、笑顔が素敵な人だった。これは彼が妹を大事に思うのもうなずける。そういう可愛さが彼女にはあった。彼が事前に怖いことを言うからどれだけ気難しい人かと構えたけど、常識的でものすごくちゃんとした子だった。兄はいつも私のことを気にかけてくれてとても優しいお兄ちゃんなんです。だから葵さんのような人が結婚相手になってくれて嬉しいです。ひとみ、そんなに兄ちゃんのことを褒めるなよ。照れるだろ。彼は妹に褒められてとても嬉しそうにしていた。よかった。ちょっと心配していたけど、とてもいい雰囲気の家族だし、兄弟仲がいいことも素敵だ。彼も私が妹から気に入られたのを見て安心していた。それから両家の顔合わせも済ませて、私たちは無事に結婚式を挙げることができた。結婚式にはたくさんの人が参列してくれて、とても思い出深い幸せな式になった。そして始まった新婚生活。私と夫は結婚を機に二人で暮らすための部屋を新しく借りた。お互いに働いているので家事は分担をしてどちらかに負担が多くかからないようにした。そのおかげで仕事に集中することもできているし、楽しく夫婦での生活も送れている。だが結婚してからすぐに私は気になることがあった。それは夫がやたらと義妹と遊びたがることだ。休みの日に私たちがデートをしようと予定を立てても、夫は瞳も誘っていい？と聞いてくるのだ。私としては夫婦二人での時間を大切にしたいのだが、夫は必ずと言っていいほど義妹を誘おうとする。妹思いなのは結構だが、夫婦二人で過ごすこともちゃんと考えてほしいなと心の中で思いつつも、私は角が立たないように、まあ瞳ちゃんに聞いてみてもいいよ、と答える。夫はそしてすぐに義妹に連絡をする。だが義妹は私たちに気を使ってくれて、予定が入っているからと言って断ってくれることが多かった。実際、正月に義実家で集まった時に義妹からこう言われたことがある。お兄ちゃん、新婚なのにどうして私のことも誘うのよって思ってたんです。お姉さんは絶対に夫婦二人で出かけたいだろうにって。こっそり私にそう言ってくれて、私は義妹はまともなんだなと思った。気遣ってくれてありがとね。妹思いなところは素敵だと思うんだけど、私としては夫婦の時間も欲しいと考えていたの。心配しないでください。私はお姉さんの味方ですから。義妹がちゃんとしてて本当によかった。
義妹のことがとても信頼できると思ったので、私は彼女と頻繁に連絡を取るようになった。夫のことを相談したり、また義妹からも恋愛の相談をされたり。仕事後に夫に黙ってこっそり二人で飲みに行くこともあった。義妹は夫が頼れるいい兄だとしながらも、たまに愛情が強すぎるがゆえに困ったこともあったそうだ。高校生の頃の話なんですけど、私が当時の彼氏と一緒に帰っていたところで遭遇して、お兄ちゃんがいきなり妹とちゃんと結婚までするつもりはあるのかって聞いてたんですよ。そして結婚まで考えていない中途半端な気持ちなら妹と付き合うなって彼氏に詰め寄って、それで彼は怖がってその場から逃げちゃって、結局別れることになっちゃったんです。今となってはもう過去のことだと許してますけど、当時はお兄ちゃんのこと嫌いになりましたよ。いや、私ももしひとみちゃんと同じ状況だったら嫌いになるわ。そうやって夫の過去の失敗エピソードなども聞いたりして、私は義妹とどんどん仲良くなった。そのため夫が義妹を誘いたいと言ったら、私は承諾するようになった。記念日とか夫婦で出かけたい時は義妹にお願いして断ってもらうようにしているが、何でもない休日にご飯に行ったりする時は、むしろ私も義妹も交えて3人で食事がしたいと思った。夫は本当に妹が大好きなようで、義妹がいると幸せそうにしていた。ひとみ、最近仕事とかはどうだ？順調だよ。そうかそうか、それはよかった。まるで保護者みたいに義妹を大事にする夫。度が過ぎなければ微笑ましい限りだ。だが私が心の奥底で心配していたことがある時起きてしまった。ある日、義妹が自転車に乗っている時に車とぶつかってしまい、足を骨折するということが起きた。夫と私はすぐに義妹のお見舞いに行った。ひとみ、大丈夫か？お兄ちゃん、お姉さん来てくれたんだね。骨折したって聞いてびっくりしたぞ。心配かけてごめんね。でも思っていたよりも怪我はひどくないし、体も他に異常はないみたいだよ。私は義妹の話を聞いてほっとしたのだが、夫はかなり動揺していた。本当に大丈夫なのか？やぶ医者じゃないのか？ちゃんと検査をしてもらったのか？もしどこか他にも痛めてたら。お兄ちゃん大丈夫だって。ここはちゃんとした大学病院だし、精密検査もしてもらったから。そうか、でも心配だな。私と義妹は夫に少し呆れた。まあ大事な妹が事故に遭ったと聞いたら、そりゃ心配にはなるだろうが。だが夫は私と義妹の想像以上の行動に出るのだった。ある日、義妹から LINE が来たのだが、私はその内容に驚いた。なんと夫が朝から見舞いに来てずっと病室にいるそうなのだ。最初は仕事の休みを取って会いに来てくれたのだと思っていたらしい。だが何日も連続してくるのでおかしいと思い、私に連絡をしてくれたそうだ。私はすぐに夫に問い詰めた。ねえ、あなた毎日朝から夕方過ぎまで見舞いに行ってるみたいだけど、仕事はどうしたの？私がそう聞くと、夫は驚きの発言をした。辞めてきた。は？辞めた？何言ってるの？どうして辞めたのよ？だって仕事してたら瞳の見舞いになかなか行けないだろ。仕事後に行けばいいじゃない。それじゃあちょっとしか会えないじゃないか。それにもしも医者も気づいていない病気になってて、それが悪化してたら、仕事中に瞳が亡くなったらと思うと、いても立ってもいられなくなるだろう。私はここまで夫のシスコンプリがひどいのかと驚愕した。しかも私たちは新居を購入して数ヶ月後には家が完成するところまで来ていたのだ。こんな時に仕事を辞められてしまったら、ローンの支払いがものすごく大変になってしまう。義妹に連絡をしてこのことを伝えると呆れていた。そしてバイトでもいいからすぐに働いてと夫に言ってくれた。働くまでは夫との面会は拒絶するとまで言ったので、夫はしぶしぶ了承した。だが夫は正社員としては働かずに、週に3日ほどのバイトをし始めた。理由は義妹の見舞いに行きたいからだ。義妹だってあと1ヶ月もすれば退院だというのに、どうしてバイトなのだろうか。私は文句は山ほどあったが、それでも全く働かないよりはマシだと思った。
それから義妹は退院し、リハビリも終えて元気になったのだが、夫は義妹のことが心配でたまらないらしく、しょっちゅう電話をかけていた。さすがに義妹もここまで夫がシスコンだということに困惑していて、電話は控えてほしいと頼んでいた。夫は義妹と話す機会が減り、家の中でもやきもきしていた。これから新居で暮らすというのに、こんなんで大丈夫なのだろうか。そんな中、義妹から私たちはある報告を受けた。結婚？うん。そんな相手がいたのか。夫は驚いていたが、実は私は義妹に真剣にお付き合いをしている人がいることは知っていた。どうやら義妹が退院後に結婚をすることを決めていたようだ。面倒なことにならないように、義妹は彼氏に連絡をして、お見舞いは夫がいないタイミングに来てもらうようにしていたそうだ。とっても素敵な人でね、私結婚が決まって本当に嬉しいんだ。義妹はとても幸せそうだった。そんな義妹を見て私も嬉しくなったし、夫もとても喜んでいた。そうかそうか、事故で怪我をして落ち込んでいると思っていたから、そうやって幸せなことが起きて俺も嬉しいよ。ありがとう兄ちゃん、もう私のことを過度に心配しなくていいからね。仕事もまたちゃんと正社員として働きなよ。ああ、頑張るよ。夫がそう言ってくれて私はほっとした。これでまた平和になりそうだ。だが夫はまたしても私のことを困らせた。それは義妹の結婚祝いについての話がきっかけだった。やっぱり兄として瞳がとても喜ぶものをあげた方がいいと思うんだよな。瞳ちゃんが好きなものってことね。可愛くておしゃれな食器とか、ちょっとくらいなら高めのものでもいいよ。私も可愛い義妹のためならいいものをあげたいなと思った。夫はしばらくうーんと悩んでいて、それが何週間か続いていた。そしてある日、夫はありえないことを言い出したのだ。よし、決めた。これが一番いい結婚祝いだ。夫がそう言ったので私は何をあげるのか聞いた。すると夫はドヤ顔でこう言ったのだ。俺たちの新居をあげることにしたよ。はあ？何言ってるの？なんと、義妹の結婚祝いに私たちが住む予定の新居をあげると言い出したのだ。そんなこと許すわけないでしょ。なんでだよ。大事な妹が結婚するんだぞ。兄としていいものをあげないとダメだろ。だからって家をあげるなんて聞いたことないわよ。あなたが資産何十億の経営者とかなら話は別だけど、あなたは手取り5万のフリーターなのよ。そんな現実味のないことを言わないでちょうだい。私がそう言うと、夫は顔を真っ赤にして怒った。うるさい。嫌なら離婚だ。俺が瞳を大事にしたいという思いをどうして理解してくれないんだ。そんな分からず屋とは離婚してやる。もう限界だ。こんな人とこれ以上一緒にいることはできない。分かったわ。離婚しましょう。え？私ももうあなたみたいな分からず屋は無理よ。夫は一瞬ひるんでいたが、すぐに絶対に取り消さないからな、さっさと別れるぞと言った。もう後に引けなくなったのだろう。私はすぐに引っ越し業者に連絡をして引っ越すことにした。夫は自分がどういう立場にあるのか全く理解していない。一回痛い目を見ないとわからないのだろう。運よく引っ越し業者は3日後に来てくれることになった。その間に私は不動産屋に行き、自分が住むための賃貸マンションを決めた。引っ越し業者が来るまでは私は実家に帰った。夫とはもう顔を合わせたくなかったからだ。そして3日後に私は再び夫と住んでいた家へ。夫は私が来てもそっぽを向いていた。これ、離婚届を置いておくので記入してください。そう言って私がテーブルに離婚届を置くと、夫はすぐに記入をして雑に紙を渡してきた。私はそれをカバンにしまい、引っ越し業者が来るのを待った。ほどなくして引っ越し業者が来て家の荷物を次々と運んでいった。夫は運ばれていく荷物を見ながらだんだんと顔を青くしていった。おい、なんで家具や家電も全部持っていくんだよ。あなた忘れたの？これは新居に持っていくために新しく買ったものばかりじゃない。その家具や家電を買ったのは誰かしら。手取り5万の人には買えないわよね。私物は全部回収するんだから文句は言えないはずよ。
夫は何も言い返すことができずにとても悔しそうにしていた。こんなことまでしてお前はやっぱりひどいやつだ。苦し紛れにそんなことを言った夫のことは無視をして、私は引っ越し業者にどんどん指示を出していった。そしてあっという間に荷物をトラックに積み終えたので、私も引っ越し先に向かうことに。夫は強がっていたが、かなり動揺しているように見えた。だがそんなことどうでもいい。私はもう離婚届も書いてもらって荷物を運び終えたから夫に用はない。そのまま家を出て私は離婚届を提出し、引っ越しを完了させた。まさか私たちの結婚生活がこんな終わり方を迎えるとは思わなかったが、それでもあのままだときっとさらに夫は私を困らせていただろう。だからそうなる前に別れることができてよかった。引っ越しを完了させてから1ヶ月後、案の定元夫から電話がかかってきた。一体何？あんたとは別れたから話すことなんてないんだけど。助けてくれ。瞳に家なんていらないって言われてしまったんだよ。そりゃそうでしょう。え？だってあの家はあなた名義のローンを組んで購入したのよ。一括で買ったわけじゃないんだから、そんなのもらっても困るだけでしょう。それにあんたは仕事を勝手に辞めて今手取り5万のフリーターじゃない。ひとみちゃんたちの代わりに月々のローンを支払うお金もないでしょ。そんな状態であの家に引っ越したところですぐに出ていかなきゃいけなくなるのがオチでしょう。そんな。ひとみにも呆れられて、離婚になったのも自業自得だって言われたし、私たち夫婦にももう関わらないでって言われちゃったんだ。そして親からも呆れられて、もう面倒は見きれないって言われたんだ。家族にもお前にも捨てられて、俺は一体どうすればいいんだ。そんなの知らないわよ。泣きわめく夫に私は冷たくこう言い放ってやった。たかが手取り5万で調子に乗るからそんなことになるのよ。あとは自分で何とかしなさい。私はそう言って電話を切った。その後、元夫は仕方なく新居を売ったそうだが、買い値よりも当然価値が下がってしまうので、差額で1000万以上の借金を抱えることになった。また私が家具や家電を全部持って行ったので、元夫が現在住んでいる部屋には生活に必要なものが一切ない。だから家具や家電も買い揃えないといけないし、さらに元夫が住んでいる部屋は私と家賃を折半して払っていたので、そもそも現在の元夫の給料では家賃すら支払えない。元夫は結局部屋を追い出されたそうだ。だが実家も頼れないし、もちろん義妹を頼ることもできない。元夫は現在は住み込みのバイトをしているそうだが、使い物にならずに毎日怒鳴られているらしい。毎日辛いとか、私との日々が懐かしいとか、いろいろとメールが来るが、私は全て無視をしている。一方、私は新しい部屋で一人で快適に過ごしており、仕事も順調に頑張っている。ちなみに義妹とはあれからも仲が良くて、定期的に飲みに行ったりしている。結果的に夫とは離婚して、夫が溺愛していた妹との仲だけは続くというおかしな状況だが、これもまた人生だろう。義妹の幸せな新婚生活の話を聞きながら、私ももう少ししたらゆっくりと恋愛を始めようかなと思った。この旦那はどうしようもないですね。自分の妹にすら呆れられているというのも分かっていないし、これでは捨てられて当然です。義妹と義両親がまともでよかったですね。主さんは今度こそ素敵な男性と出会えることを願っています。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。来月から母さんと同居するぞ。だから一部屋開けておいて。そう言って物置部屋を指さす夫。私はもう我慢の限界だった。分かった。じゃあ私の荷物を運ぶから今から業者を呼ぶね。え？離婚しましょう。私がそう言うと、夫はみるみる顔を青くしていった。私の名前は香織、30歳の会社員だ。夫の浩平とは結婚して2年が経つ。私たちの出会いは職場で、私が入社した会社で彼は課長として働いていた。私よりも7歳上で、最初は恋愛対象に入っていなかったのだが、仕事で壁にぶち当たった時に彼は私の愚痴を聞いてくれたり、相談に乗ってくれた。
それからだんだんと彼に惹かれていき、そして彼もまた私に惹かれていたようで、私たちは付き合うことになった。そして順調に交際を続けていき、1年ほど付き合った後に私たちは結婚することに。お互いの親に挨拶をして、両家の顔合わせも済ませて、無事に結婚式も挙げた。周りには年の差を気にする人もいたが、私たちは意外にも相性がいいようで、趣味嗜好なども似ていた。彼とは一緒にいて落ち着けたし、それに私はどちらかというと年上の方が好きだったから問題ないと思った。新婚生活はとても楽しかった。同じ職場で働いているから一緒に仕事に行けるし、お互いの仕事の状況も分かっているから忙しい時は家でゆっくり休ませてあげようとか気を使うこともできる。そうやって私たちなりの新婚生活を楽しく過ごしていた。このまま幸せな結婚生活を送れると思っていたのだが、つい最近状況が変わり始めた。きっかけは夫が会社を辞めて起業をすると言い出したことだ。え？会社を起こす？ああ、課長としてもまあまあキャリアを積んできたし、これから俺がステップアップしていくなら今会社を起こすしかないと思うんだ。そう？私は少し不安だった。起業はかなりリスクがある。誰も彼もが成功するとは限らない。今の安定を捨ててまでチャレンジする価値はあるのだろうか。保守的すぎるのかもしれないが、それでもこれから子供を産んだりとかマイホームを持ったりとか、そういう人生設計を考えていた私にとっては正直言ってあまり賛成はできなかった。だが夫はどうしても起業にチャレンジしたいらしい。このまま後悔はしたくないんだ。年齢的にも37歳で挑戦するには最後の年だろうし、頼む。この通りだ。夫はそうやって私に頼み込んできた。そこまで本気で頑張りたいというのなら私もダメだとは言えなくなる。まあ私はこのまま今の会社で働き続けるし、なんとかなるかな。そう思い、私は夫の挑戦を応援することにした。それから1ヶ月後、夫は会社を辞めて会社を起こした。よし、これからやってやるぞ。すぐに今以上に稼いでやるからな。そうやってやる気に満ち溢れている夫。夫に期待しつつ、私自身もいろいろと頑張ることにした。まずは節約だ。今までなあなあにしていた家計簿も細かく支出をチェックすることにした。そして無駄をいかに省くかを考えていく。家計簿をしっかりつけると自分が思っていた以上に無駄遣いをしていることが分かった。まずは固定費から見直す。私はスマホを格安スマホに変えたり、あまり使っていないサブスクを解約したり、私が使っている車を売って車検を解約したりと徹底的に無駄を排除していった。そして食費についても私はどんどん見直していった。食材は毎週1回しか買わないと決めて、安売りをしている時にお肉などを買い、小分けしてすぐに冷凍保存をする。野菜はできれば八百屋で買う。冷凍食品は買わない。菓子パンは買わない。毎日お弁当と水筒持参。プライベートブランドの安い商品でも味に遜色がなかったらそちらに切り替える。そういった地味な節約も積み重ねていったおかげで毎月4万ほど節約することができた。そしてそれと並行して仕事にも落ち込んだ。お金をかけないで日々を暮らすことを心がけていたので、自然と資格の勉強などをするようになり、昇級に必要な資格を取ることができた。そのおかげで私は昇進が決まって給料が一気に上がったのだ。節約と昇級のおかげで一気に余裕ができた。私はとりあえずほっとしながら毎月それなりの額を貯金していった。一方、夫はというとなかなか会社経営に苦労しているようだった。まあでも軌道に乗るまではやっぱり1年や2年はかかるものだろう。私が収入を上げることができたし、私は夫の仕事については見守ることにした。せっかく経営者になったのだから、夫自身でいろいろと考えながら進めていきたいだろう。それが会社経営の醍醐味だろうし。夫の仕事についてはそれで私は納得していた。だが他に私は悩みがあった。それは義母のことだ。義母は嫁いびりが大好きな人で、私は結婚当初からその被害に遭っていた。最初の嫁いびりは正月の集まりで義実家に行った時のこと。私は宴会の準備を手伝うように頼まれて義母と一緒に料理をしていたのだが、その時にいろいろとひどいことを言われたのだ。香織さん、私はあなたのことを嫁として認めてないからね。え？
あなたのような地味で特に誇れる経歴もないような人が息子と結婚すると聞いて私はすごくがっかりしたわ。身の程知らずってあなたみたいな人のことを言うのよね。親戚にも恥ずかしくて紹介できないわ。しかも料理の手際も悪いわよね。本当にいいところなし。さっさと離婚してくれない？義母とは両家の顔合わせや結婚式の時など数えるほどしか会っていなかったのでほとんどちゃんと話したことがなかった。二人きりで会話をするのはこれが初めてだった。それなのにいきなりこんなひどいことを言ってくるなんて一体どういう神経をしているのだろうか。私はこの時に一気に義母のことが苦手になってしまった。一方で義父はとても優しくて私のこともよくしてくれた。だから親戚の集まりとかで義実家に行かなければいけない時は私はなるべく義父のそばにいるようにした。義母はそういう私の行動も気に食わなかったようだ。たまに私を台所に呼び出しては私を叱りつけた。あなた私のこと避けてるでしょ。本当に気分が悪いわ。いえそういうわけでは。それじゃあ私の主人に色目でも使ってるわけ？そんなことしてません。怪しいわね。地味な顔して意外と心の中では腹黒いのね。だいたいあなたが公平と結婚できたのも同じ職場にいて若かっただけのことだからね。まあ私としてはもっと若い可愛い子に嫁に来てもらいたかったけど、せっかく会社で課長をしているのにもったいないわ。義母はそうやって私を侮辱してくる。私が困っていることの一つに、夫から会社が軌道に乗るまでまだ前の会社で課長をしていることにしてほしいと頼まれたことだ。そのため義母はまだ夫が課長で私の上司だと思っている。だから私のことを下だと思ってバカにしてくるのだ。実際のところ夫はほとんど無収入だし、今職場で課長をしているのは私だ。それを隠して義母からの嫁いびりに耐えないといけないのは本当に辛い。義実家に顔を出すたびにあまりにも嫁いびりをされるので、私は夫に義母からの扱いがきついことを相談したことがある。だが夫はその時にあまりちゃんと話を聞いてくれなかった。母さんがそんなひどい態度を取るわけないだろう。嘘をつくにしてもちょっとひどいぞ。嘘じゃないよ、私本当に悩んでるんだから。考えすぎだよ。確かに母さんは物事をはっきり言うタイプではあると思うけどさ、別に態度はないと思うよ。だから母さんのことは悪く言わないでくれよ。それじゃああなたが前の会社をもう辞めていることを話してもいい？なんでだよ。だって毎回お母さんたちや親戚の人たちに嘘をつくの疲れるんだもの。それはダメだよ。俺頑張って結果を残すからもう少し待ってくれ。嫁なんだから耐えてくれよ。それに俺の会社が軌道に乗ったら香りの給料なんか比にならないくらい稼げるようになるんだから、その恩恵を得られることを考えたら我慢できるだろう。それはいつになるの？とまでは聞けなかった。そこまで聞いたらものすごいバチバチの喧嘩になりそうだったからだ。だがだんだんと我慢をするのにも限界が来ている感覚はあった。夫が会社を起こしてからすでに2年の月日が流れていたが、それでも夫の会社は全然軌道に乗っていなかったからだ。そして結婚して4年が経っていたので、義母からは孫はまだかとやたらと催促されるようになった。いつになったら子供を産むのかしら。仕事もできない、地味、子供も産めない。あなた本当にいいところがないわね。それなのに公平は結婚生活を続けてあげているなんて優しいわ。そうやって相変わらず私のことを罵倒してくる義母。この人は本当に性格が悪いな。ここまで悪すぎると逆に何を言われてもどうでもよくなってきた。この人が異常すぎるだけで別に私は何も悪くないし気にする必要はないと思えた。だから私は義母に何を言われても聞き流すようになった。義母はそんな私の態度を見て毎回顔を真っ赤にして怒っていたが、それでももう私は動じなかった。こんなモンスターみたいな人とまともに会話なんてできない。適当に流していればいいのだ。そう思えるようになってだいぶ心が軽くなった。だがそんな中、悲しい出来事が起きた。それは義父が急病で倒れて亡くなってしまったことだ。私と夫は病院からの連絡を受けてすぐに駆けつけた。義父は救急治療をしても助からなかった。目を覚ますことなく眠りについたままの義父を見て泣き崩れる義母。
この時ばかりは義母のことが気の毒だった。夫は一人息子だったので義実家には義両親しか住んでいない。義父がいなくなると義母は一人きりになってしまう。私と夫は昇進状態の義母の代わりに葬儀の手配と準備を進めた。そして義父のことをしっかりと見送り、葬儀は無事に終わったが、終わった後で私は一気に悲しみがやってきた。義父は義母と違い私にとても優しくしてくれた。そんな素敵な人がこの世からいなくなってしまったことはとても悲しい。夫もしばらく落ち込んでいて元気がなかった。私は有給を取って夫と一緒に休むことにした。こんな時はなかなか仕事に身が入らないだろう。かといって旅行とかに行くのは違うので、家で焼肉を食べたりちょっと贅沢をして心と体を休めた。私は少しずつ元気を取り戻し仕事に復帰した。休んだ分の仕事が結構溜まっていたので残業をたくさんせざるを得なかったが、何とかペースを取り戻すことができた。だがその間に私の知らないところで思っても見ないことが起きていた。ある日、私が仕事から帰ってくると夫から話があると言われた。どうしたの？急に。私がそう聞くと夫はとんでもないことを言い出したのだ。来月から母さんと同居するぞ。え？だから一部屋開けておいて。そう言って物置部屋を指さす夫。あの部屋はそこそこ広いし、荷物をよければ母さんも暮らせるようになるだろう。夫はなんといきなり義母を家に呼んで同居すると言い出したのだ。ちょっと待ってよ、そんなの勝手に決めないでよ。母さんとはこの数日間ずっと一緒にいて話し合って決めたんだ。だから勝手じゃない。え？ちょっと待ってよ、この数日間もしかして働いていないの？ああ、まだ働く気になれなかったからな。そんな。私が仕事に行っている間、夫も自分の会社の仕事をしているのだと思っていた。だが日中はずっと義実家に行って義母と一緒にいたらしい。生活費もこのマンションの家賃も何もかも私に頼っているくせに、勝手に同居を決めてくる夫。私はもう我慢の限界だった。いくら義父が亡くなって一人になる義母が心配だからとしても、私のことを全く考えない夫に私は一気に愛情が冷めた。分かった、じゃあ私の荷物を運ぶから今から業者を呼ぶね。え？離婚しましょう。私がそう言うと夫はみるみる顔を青くしていった。ちょっと待ってくれよ、いきなり離婚ってどういうことだよ。いきなりじゃないわよ、私はずっと我慢してたの。会社を起こしてから2年以上、あなたはどれくらい利益を伸ばしたの？それはこれから上げていくから。だったらもっと死に物狂いでやりなさいよ。生半可な気持ちでダラダラと危機感も持たずに続けて成功なんてするわけないじゃない。結局生活水準を落とさずに済んでいるからだらけるんでしょう。でもどうして生活水準が落ちていないか考えたことある？私があなたの何倍も頑張っているからよ。節約と仕事を頑張って家計をやりくりしているから、あなたは何も気にせずに自分の経営に集中できる環境にあったの。頑張っても結果が出ない世界だってことは分かってる。だけどあなたは自分が限界だと思うまでやりきってないでしょ。そんな中でお母さんとの同居を勝手に決めてくるなんてどういうつもり？私、お母さんとの関係で悩んでいるって相談したことあったよね。これ以上好き放題やるあなたとは一緒にいられないわ。今すぐ離婚してちょうだい。私はそう言って夫に詰め寄った。夫は私の勢いに押されて尻餅をついた。私はそんな夫を横目に荷物をまとめ始めた。ちょっと何をしてるんだよ。だから言ったでしょ、私の荷物を運ぶって。この家から出ていくわ。そしたらこの部屋が開くからお母さんが使えるようになるんじゃない？そんな、これからの俺の生活はどうなるんだよ。それにこの家の家賃だって。あなたが働いて支払えばいいでしょう。俺の会社がまだうまくいっていないことは知ってるだろ。まだじゃなくて一生うまくいかないわよ。だから会社を畳んで再就職して生活費を出せばいいでしょう。そんな、母さんになんて説明すればいいんだよ。知らないわよ、私はあなたとはもう他人になるんだから。待ってくれよ、離婚なんて嫌だよ。俺心入れ替えて頑張るから見捨てないでくれよ。もう遅いわ、あなたへの気持ちは完全に離れたから。私はそう言って簡易的にまとめた荷物を持って一旦実家に帰ることにした。
まとまった荷物は引っ越し先が決まった後に業者に頼むから。夫は顔面蒼白の状態でうなだれていた。私は実家に帰った後、すぐに弁護士を雇い離婚の準備をした。その間に夫から何度も電話が来ていたが全部無視してやった。そして全ての準備が整った後、私は両親と一緒に夫と住んでいる家へと向かった。香織、戻ってきてくれたのか。は？何を言ってるの。引っ越し業者が来るから対応するだけよ。夫はそう言って固まっていた。そして私の親がいることに気づくと隅っこに逃げておとなしくなった。本当に情けない。結局夫は自分で何かをするのではなく、雇われている組織の中で頑張ることの方が向いていたのだ。まあ今みたいにすっかりだらけてしまっては再就職もできないだろうが、引っ越し業者が来ている間も夫は棒立ちの状態のままずっと小さくなっていた。荷物全部運び終えたから行くね。離婚については弁護士を通してやり取りしましょう。待ってよ、俺はまだ離婚をするとは。夫はそうやって言いかけたが、父が一歩前に出ると口をつぐんだ。いや、なんでもないです。そして私は両親と一緒に家を出た。その後、弁護士に夫との離婚の対応をしてもらった。その際に夫は義母を同伴させていろいろと抵抗したらしいが、次々と明かされる夫の嘘に義母は離婚の話どころではなくてショックを受けていたらしい。そのため話に参加することもできず、最終的に弁護士に言いまかされて夫は離婚届にサインをした。もちろん私は財産分与はなしにしてもらった。財産分与をするなら、今までの義母からのモラハラに対して何も対応してくれなかったことについて慰謝料を請求すると伝えたのだ。夫は慰謝料の方が怖かったようで、借金を抱えることになるくらいなら財産分与はなしでいいと言ったのだ。こうして私は損をすることなく夫との離婚を完了させることができた。ちなみにその後の元夫と元義母についてだが、実は元義母は浪費がすごかったらしく、元義父の遺産も半分以上使い込んでいたらしい。最初は悲しみを埋めるためと言い聞かせてブランド物を買い漁ったり旅行に行ったりしていたそうだが、歯止めが効かなくなり、あっという間にお金が減っていたそうだ。もともと年金が少ない元義母は急に不安になり、慌てて私たちと同居したいと元夫に相談していたようだ。だから元夫が無収入状態だと知り絶望したらしい。引っ越してくる予定だったから基実家もすでに売っていたそうなのだが、その値段は買い値よりもだいぶ安く、全然貯金の足しにならなかったそうで、元義母はさらに不安を募らせた状態で元夫と二人でアパートに暮らしているんだとか。そして元夫は案の定仕事が全然決まらず、現在はバイトをして元義母と貧しい生活を送っているそうだ。全く実績を上げていない会社を経営していたことは職歴として全然プラスにならないし、そしてもう40歳になるので今から正社員として採用してもらうのは厳しいだろう。こんな生活もう耐えられない、謝るからよりを戻してくれと元夫からメールが届くが、全部無視をしている。今まで好き勝手やってきた分ツケが回ってきたということだ。全て自業自得だから同情すらできない。一方私は独り身になって生活費がぐっと下がった分、ものすごい勢いで貯金ができている。私はまだ30代前半なので、恋愛についてはゆっくりと慎重に進めていこうと思う。主さんにどれだけ助けられてきたか理解していなかった夫はバカですね。失ってから後悔しても遅いんですよね。主さんは今まで大変な状況の中よく頑張ったと思います。これからは自分のために生きて幸せになってくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。